こんばんは。こんばんは。ランク7位だ。7位？違う、8位か。あ、こんばんは。お、楽しみにしてました。ありがとうございます。こんばんは。パーカー真っ黒だね。これあれです。前 AKB とあのコラボしてたパーカーのあのさ、絵が描いてあるやつ。買った人いるかな？私はツインテールの子にしました。可愛くないですかこれ。こんばんは。あ、初年末おめでとうって、ありがとうございます。イベント頑張ってて、ありがとうございます。久しぶりです。あ、ネモス見てるよって。あ、ネモス今日8時じゃない、18時からかな。可愛いよねこれ。お気に入りでずっと着てます。誰か持ってる方いますか？大変なことに。嘘。え、ネモスってあれ何時から何時なんだろう。あー、初戦まとめとってありがとうございます。こんばんは。あー、ネモス、あー、ありがとうございます。あ、24日。おね、もうすぐですね。あ、18時から19時。あ、じゃあまだあとね、まだあるんだ。今気になりますねあれ。どうですか。あ、プレジョンさん、スシさん、エイチャさん、あ、バナナさん、ありがとうございます。あ、ありがとうございます皆さん、嬉しい。あ、すごい、クリスマスのプレゼントもあるんですね。あ、モンさん、ありがとうございます。ありがとう。エイチャさんもありがとうございます。嘘、クマタワーありました。クマタワーありがとうございます。ありがとうございます。外寒い。あ、本当ですか。でも寒いですよね、めっちゃ。さっき私も外行った時すごい寒かった。もう本当に冬。あ、おっさんさん、ピクシンさん、ありがとうございます。お、量産型さん、ありがとうございます。あ、初見のたかりさん、ありがとうございます。あ、なっちゃん、ありがとう。あ、ニョッキーさん、ありがとうございます。おっさんさんもありがとうございます。番組って見てます。なんだろう、なんのやつかな。悲鳴が聞こえた。絶対やつだ。今キャーみたいな言ったよね。なんかなんか探してる今。探してる。何探してんの次は。上。あった。あった。あずがいます。あ、綱引きなんだ今。今やってんの？うん、今やってるんだよ。6時から。6時から7時59分まであって。マジか。うん。そうそう。綱引きだってあれ、ユナたちさあ。ね、砂掘ってたね。砂掘ってた。あ、伊達メガネさん、ちーさん、ありがとうございます。そうそうさん、ありがとうございます。プレジョンさんもありがとうございます。フィッシュさんもありがとうございます。あ、そうそう、なんかね、あの綱引き足滑っちゃうんで、あのね、砂を掘って滑らないようにしてました。みんなでやってましたあれは。だから私たちの18期の方はなんか砂が茶色いんですよ、掘ってるから。見てください、ぜひそこもね。そうそう、あ、りゅうちゃんさん、ありがとうございます。そうそう、こんばんはって、こんばんは。あ、しるちゃんさん、ふじきょんさん、ありがとうございます。怪我しないようにねって。もう7位。お、本当ですか、なかさん。あ、プレゼントありがとうございます。キラキラ星さん、ありがとうございます。よしさんも、あ、マッコイさん遊びに来たよって、ありがとうございます。あ、18日、皆さん24日開けないって。おー、24日、24日は
あれですよね、私がサンタさんの日ですね。ちょっとなんかみんな赤かなと思って、なんかちょっとみんな聞いたら違う色の人もいるらしいんですけど、私はちょっとどうしても青が、お、やっぱ50m走早いなんてそうそうそう、は早かった意外と。そうサンタはだから青にしました。ちょっと届いて一回来たんですけど、結構なんだろう、私お気に入りなので皆さんちょっと楽しみにしていてください。アズは何色？アズは借りる。借りる？ああ、あれね。可愛いやつ。何番にした？何番？4番。4番？いや、どれだろう。ちょっと後で見るね。はい、ちょっとアズのも楽しみにしていてください。ですって。そう、私は青サンタにしました。青サンタあんまりないですよね。私なんか、待って、アズもいるのって。あ、いますよ。帰りたくなくて一緒にいます。帰るのめんどくさ帰りたくないらしいです。そうそう、そうサンタに番号っていうか、なんかサンタの衣装、借りれる衣装が4つあるんだよね。そう、それで選べるんですけど、そう、それでそれが4番らしい。うわ、来た。誰？あ、来た、またなんかおしゃれなもん食べてる。うわ、何食べてんの？買いに行ったの？買いに行った。何食べてんの？はい、あげるよ。え、本当に？うん、何か当てて。いや、チョコや。何？うん。え、美味しい。今何してたの？ショールームだよ。何このムース？確かにムース。ムース。おお。そんなもん食べんのカスミン。おしゃれだから私。ムース。おしゃれなカスミンがチョコムースを食べて椅子でコロコロなんか移動してます。自由人。あ、こんばんは。あ、なにゃん、なーにゃさん。お、優しい。言葉では出さないタイプ。うん。いやでも言動で出てるから。え、でも私、うん、あの会ったじゃん、最後の最終日。なんの？予選の。うんうん。ユノの配信見てたよ。え、優しい。アズの見たよ。え、優しい。優しい。一回切ったよねアズ。あ、パレスさんありがとうございます。セヤさんもありがとうございます。ちゃんと見てるさ、ちゃんと見てたよ。ハックンさんもありがとうございます。あ、HKD さんこんばんは。ありがとうございます。手振ってて、振ってるよ。え、年賀状書いてるって嘘。早い。早いですね。いや、いいのか。ね、みんな年賀状出す？え、出さない。あれ？え、おばあちゃんとか、お友達とかには出さない。確かに確かに、それは出す。おばあちゃんとかには出す。いつも。どういうこと？このここにってこと？確かに出すいるか、てか元旦も合うな。合うね。合う、次の日合うね。合うすぐやな。確かに。え、てかすぐ合うよ、ほぼ一緒。そうだって、家帰ってすぐ朝で、もう次の日また会うもんね。そうなんよ、家族と会ってる時間より長いな、ね、え、優しい、受け取っててって。受け取りますよ。確かに LINE だよねって。確かに LINE ですね。もう、あ、すごい、クリスマスの。あ、ブームさん、太郎くんさん、ありがとうございます。あ、友情出演しますか？いや、しないです。しないらしい。メガネなんで。あ、え、NG、まさか。NG です。メガネ。え、ユナのさ、これ何だったん？え、何だったっけ？ユナちゃん最強。なんか最近、なんかユナちゃんだったよね、最初は。笑顔系だった。笑顔系なんや。最強スマイル、ユナちゃん。え、アズなんやろ。アズなんだと。アズさ、アズ2月やんな。3月か。おいおいおい、ちょっと待って。え、私覚えるの苦手。アズは3月や。うん。3月の初め。ちょ。何やろ。光だって、光光光、最強スマイルひなちゃん。全然違うやん。ひなちゃんじゃないのよ。間違えた。すごい。光なんだって。光って。優しい。光です。 ありがとうございます。ひなちゃんって言ったらひなちゃん。あ、ひなちゃん来た。私はあなたの光になりますって言ってる。うん、言ってる。あ、だからだ、だから光だ。え、ひなちゃんはどうしたの？え、今日さ、なんでその格好なの？え、これってダメなやつ？ここまでならダメなやつやん。ダメなやつやん。ダメなやつ
じゃんよ。それダメだよ。あ、今日あれ？学校行ってきた。あ、そっか。学校でした。何それ？私も。あ、何それと言ってた私のラムネを。何何それ？え、これ何これ？あ、出た。ジャーキーみたい。ね。これもこれも食べた。ダメでしょ？これも食べて。顔しか出てない。あ、アポロや。食べて。え、待って、こんな芋食べたの？え、ダメだって。食べたよ。バレるって。え、大丈夫だよ。なんでさ攻めんの？攻めちゃダメだよ。攻めちゃダメだよ。ああ、確かにね、確かに確かに、これでもバレるよね、これでも。メールに送ってるよ、バリバリ。あ、そうなの。あ、まあでもいいんじゃない。まずどこにでもあるよ。確かに確かに。あるの？え、知らない。指定じゃないの？難しい。そうそう、制服指定制服。それ あ、そう、昨日ね、愛理さんと平田さんとご飯行きました。なんかよく見ない、こういうの。イエーイ。ね、これやばいよね。楽しかった、めちゃめちゃ楽しかったです。酸っぱい。酸っぱい。何食べた？え、食べたい。うん、美味しい。あ、小宮さん、ひーがさん、ありがとうございます。もっちーさんもありがとうございます。お、ジャズから梅をいただきます。カルネって、バイバイ。あ、すごい、クリスマスこんなのがあるんだ、すごい。パカーン。あ、梅です。うん、ま、あ、こんばんはって。え、ネモス見た？ん？見た。ちょっとだけ。途中までね。途中までか。え、カスミ良かったよ。うん。おもろかった。カスミおもろい。まだせでも見たんだけどね。おごってくれますんだ。下手くそ。平田さんが優しすぎる。かっこいい。なんで言った今。走るの下手くそ。見たくない？カスミ。カスミ？あ。でもさ。編み込みこうやって。いつもさ。公園のリハ、あのさ、リハの時あるじゃん。うん、まだ割れる。走り方？うん。え、そう、どこで走るっけ？こんな走る。最初の走り込みみたいなあるやん。あー、あー、あれはね、本当にやばい。じゃあ、あのかすみはちょっとやばい。え、ゆな、いつもニコニコして走ってるよ。なんか、楽しくなっちゃう。え、かすみはめっちゃやばい。遅い。そう、みんなで、え、私遅くないよ。ご飯食べたんですよ。もうね。今はあの公園の前に走り込みっていうか、なんかちょっと声を出しながらゆっくり走るのがあるんですけど、それの走り方がちょっと面白いっていう話をしてます。あそうそうそう、あ、そうなんです。それをね、あ、クキオさんありがとうございます。ギャルになりたいの？ゆっくんありがとう。今日は10時まで配信します。申し訳なくなってきただけ。すごい、あんなキーホルダーだらけのバッグ持っててめちゃめちゃ。誰が？えひなちゃんが。めっちゃギャッチャガッチャ。えぇ、おバカそう。笑ってる。クーって言って、ズボシズボシ、うん、ズボシだよ。そうそう、みんないる。あ、ミオラブさん、ヨシミさん、ありがとうございます。あ、コウジさんこんばんは。金魚さんこんばんは。ケイボーさんありがとうございます。なになに？ケイボーさん、急にどうした？あ、ありがとうございます。代わりに読んでくれました。あ、ハッシーさんありがとうございます。クレジオさんありがとうございます。寝落ちしちゃいそうだって、頑張って起きてください。コーヒーがおすすめです。いや、本当だ。え、めっちゃついてる。3個、大きいのが3個ついてる。え、そのさ、紙につけるやつ、そこにつけるのちょっと腹立つ。腹立つって何？腹立つ。ギャルね、サンリオの。その間違った、待って、腹立った。つけたんですけど、なんかあの前髪を止めるピンなんですけど、なんかここにつけてて、それが、え、マジさ、やめた方がいい。憧れすぎだって、それは。え、さすがに。さすがに憧れすぎ。だってマジ、だってなんか間違えられちゃうよこれ。何に？絶対見えない、陽キャに。でもこれ目立つから、これ持ってたらひなのちすぐ。確かに確かに。前目のとポチャックがついてる。前目の2体、うん、ユノシナモンこれくらいの1体ついてたけど、今違うのに変えた。そう、あ、こんばんは。あ、こんばんは。ツイート見れてますかって。あ、見れてますよ、ありがとうございます。あ、若干ついてた今、メガネの位置が。バイバイ。
あ、バイバイ。バイバイ。気をつけて帰ってね。I'll be back。久しぶりに聞いた。こちこちの前髪クリップ。おお、いいね。18歳になって初めての配信。そうなの？嘘でしょ。嘘。嘘だよ。え、本当に？え、そうか。嘘だよ。いや、そうだよ。嘘。そうだよ。だよしてないよね。してないっけ？うちいつやったっけ？前日とかにやったっけな。あ、やってた。そう、前日に。名前呼んでくださいって。なななじさんさん、いつもありがとうございます。あ、キーさんありがとうございます。シュカさんもありがとうございます。今日のファッションはただのレッスン着です。見えてる？え、あの指だけが見えた。なんだよ。ハートを見せたかったらしいです。あ、ありがとう。選抜入り誕生日おめでとうって、ありがとうございます。10日日曜日、何が何かかな。あ、あれか、前回か。そう、18歳ですよ。イエーイ。そういえばそうじゃんで、忘れてたんですか。22時まで残ってくれる？そんな人いませんよ。みんな早くお家に帰るよね。え、何時帰る？わかんない。終わり次第。あるあるけない。 何が終わり次第？レッスン。レッスン。あ、あ、そうか、まだか。あと時間、あと30分ぐらい。うん、そのぐらい。え、覚えれる？え、難しい。いつだよ。難しいね。いつだよ。難しいよね。え、危ない、危ない。難しいよ。え、何時間で覚えた？何時間？そのレッスン時間何時間って何時間だったっけ？でも同じじゃない？そうなんだ。え、一人？マンツーマン。わお。ファイト。え、だからね。確かにレッスン着黒一色。いや、黒一色じゃないですよ、私。あ、下はピンク。今日はピンクです。中は白の18期の T シャツ着てます。あ、ヒューガさんありがとうございます。丸子ゆきさんありがとうございます。お、セーターさん楽しかった、ありがとうございます。そうそう、確かに真っ黒に見えるよね、これ。マイクが見たら真っ黒なんですけど、後ろだとでかいよね。後ろ可愛いよね。そう、めっちゃ可愛い。もう一回見せようかな。はい、見てください、皆さん映ってください。見えてる？うん、見えてる。よし、満足。カラオケやりますかって。時間あったらやります。やろうかな、後でやるか。すっぴんですかって。触れないでください。じゃあ本当はしようと思ったんですけど、急いでリップと塗って、リップのチークに塗って。やばい。あの、完成。これで完成しました。私の今日の顔、ユーピンクです。やばい、なんか愛用しすぎててめっちゃ減っちゃって、ちょっと新しいのを予備を買いたい。あ、カワウソさんありがとうございます。だから幼いのか。嘘、幼い？でも分かんない。でもスピンだとみんな幼くなるって言うね。そりゃそうか。まつげやんないとだいぶ変わる。確かにね。あ、ミラーボールありがとうございます。ミラーボール。じゃあ違います、ありがとうございます。あ、今来たって、ありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。この髪型めっちゃいいんですよ。あのね、動いてもあの髪の毛が前に来なくて、すごい踊りやすくて、これやってます。絶品グルメ。え、これコンビニじゃないの？確かにコンビニ。これ、え、コンビニだよ。え、本当に絶品グルメ。今やってんの？あ、今フェアなんだ。そうなんだ。すごい美味しそう。隣の子も絶品ですかって。え、みんなそうだよね。え、みんなさ、あんまりしてこないよね。レッスンなんてしてこない。確かに。でもコーヒーは結構してるね。えらい、えらいね。確かにメイク好きなんだな。うん、チョコレートちゃんって何？隣の子チョコレートちゃんかって言って。チョコレートって何？わかんない、初めて。あ、フォローしましたって、ありがとうございます。しげとさん、あ、こんばんは。あ、すごい、呼んでくれる。猫ひでさん、仕事終わったってお疲れ様です。あ、どうしよう。あ、かえちゃんありがとうございます。ひげさんありがとうございます。ジラチさんありがとうございます。いや、射抜かれたジラチさんがいるじゃん。ん？アズに射抜かれてんで。そうなんですか。大丈夫かな。ゆなの応援しよう。
ありがとう。アズも星投げたいけどさ、どうやってたまんの？知って、みんなで見ればいいの？なんかそう見てみたいなミッションだよね。ミッション？ミッション、ミッションだよね。じゃあいっぱい見ればいいのか。たくさん。なんかある、ある気がする。アズさんというものがいて何がですか？あ、うん、チョコレートじゃなくて小豆って。あ、あ、ん？あ、そういうことかな？いや隣は隣はメガネちゃんです。誰だよ。メガネちゃん。メガネちゃん。メガネちゃん。本日はメガネちゃんです。あ、はす、星集めの時代終わりましたって。うん？あ、もうやってない。もうそういうのやってないんだ。そうなんだ。だいぶ前やけど。え、そうなの？ほんまか。だいぶ前や。そうそうそう。え、星集めってさ。星ってない？星なんこれ。え、キラキラみたいな。あれ？キラキラでしょ。キラキラ。星じゃない。あ、そういうこと？言い間違えてる？え、そうだよ。キラキラ。あ、25日の公演楽しみって当たったの？ハッピー。あ、そう、あれまだじゃない？登録してるよ。もう出てる出てる。来てる？多分一部。ハッピーメリークリスマス。絶対楽しみにしといた方がいい。めっちゃ楽しみやで。絶対に楽しみにしといてください。ちょっとあの今日今日あれだよね。ね今日ね。今日ね。言っていいの？え、でもいいよね。楽しみだね。ね、楽しみだよね。え、どこら辺が楽しみなの？え、やっぱさ、その雰囲気。いや、だってクリスマスにさ、クリスマスで MC いるかもしれん。え、何する？え、クリスマスじゃない？やっぱクリスマスについて。うん、じゃあみんなで MC、 MC ネタ、 MC ネタ今のうちにさ、みんな質問箱投げといた方がいいですよ。確かに。あ、確かに。皆さんぜひお願いします。質問箱MC 募集。カスミン厳しいけど、あ、多分みんな却下される。あ、のぶ、カメさん、あ、え、すごい、クリスマスのタワーだ。ありがとうございます。お、おめでとう。クリスマスだね。みんないいね、楽しみね。マジで、え、そうなんです。25日はカスミンの日ですねって。赤みの日ですから。あ、そうじゃん。そういうこと。え、じゃあみんな、え、綺麗そう。確かに。あ、半分赤。いないだろ。皆さんちょっと赤緑やってみる。何色？え、あれ、赤緑がクリスマス。赤緑がクリスマス。か、え、でも分かんない。クリスマス赤緑っていうイメージある？ある。うん、なんで赤なんだろう。サンタさん。サンタさん。あ、そっちか。そっち。なんでなんで。普通にクリスマスツリーじゃない。え、そしたら黄色やんでしょ。え、うそ。正解は何だと思いますか？じゃあみんな赤緑でお願いします。赤緑で。じゃあかすみん、まあ、赤緑ね。まあ、そうそう、3人ですよ。ほら、サンタとツリーだよ。やっぱそうなの？やっぱそうやん。ツリー言うたやん。ツリー、ツリー。あ、じゃあ言うのは赤はサンタって意味ね。緑はもちろんツリーだよ。うん、緑はサンタさんとトナカイさんだって。赤緑、サンタは赤白。そう、サンタの赤とツリーの緑だと思ってました。そうそう、そう、やっぱみんなそうだよね。正解だ。じゃあそういうことにしよう。みんなさ、劇場公演にさ、あ、手紙読んでくれた。手紙ありがとうございます。何すんの？おかしいよね、来ないのは。逆におかしいよね。あ、うちさんありがとうございます。さとしさんもありがとうございます。チラって、お、クリスマスといったな、劇場公演やで。そうです。あ、天才だ。赤いキツネと緑のタヌキがあって。ね、買った？ね、買ったって。みんな買った？何のやつ？何が？プレゼント。あ、まだ、まだまだっていうか、もう絶対買わないよね。ね、どうしたらいい？うちは買うよ。ほんとに？うちは買うよ。え、もうちゃんとみんな買うって決めてる？ほんとは買おうとしたのがあったんだけど、でもなんかどうしようと思って。確かに、みんな買ってねって。なんかクリスマスのプレゼントを交換、そうそう、3000円以下のやつをね、しようとしてたんですけど。あ、ミラーボール。そう、ありがとう。するよね。でもさ、でもたまにさ、え、本気でやんのってこうひながってたよ。でそういう人がいるんだよ。いや、本気だよ。ありがとうございます。アリスさんありがとうございます。タチメガネさんもありがとうございます。あ、でも常に、そうそうそう、全力だよ。え、なんでディズニーさん。あ、おもちさんありがとうございます。あ、地獄の島さんありがとうございます。ミスさんもありがとうございます。え、なんでディズニー誘ってくれるの。ディズニーね、ごめんね、なんかそれは、ね、誘ってほしい。え、でもカスミンと言ってたつもりではあった。あ、心はいた。そう、心いたの。マジか。私も言ってたつもりではいたよ。え、じゃあかすみ、え、行く行く。え、普通に行くでしょ。行こうよ。え、普通に行く。あれで行くよ、ね、普通に行く。うん、あ、確かに普通に。え、てかさ、てかあれいつ行けるの。わかんない、わかんない。みんなの予定が揃えたら。
え、でも冬行きたい。え、もう無理や。でももう冬終わっちゃう。まだ。え、なんでこれからじゃん。え、嘘嘘、ね、冬じゃないよ。もう踊れないもちさん、ありがとうございます。小宮城さん、ありがとうございます。2月ってしんどいよ、多分。だってあの時でもすっごい寒かったよ、ね、あ、そう、イベント参加中です。え、2月行こう。あれやろうか、なんか書くやつ、ね、どうやって書くんだったっけ。2月行こう、バレンタイン、ウェルカムコメント、そうそうそう。なんか変わんのかな。変わるっしょ。なんて、なんて入れたらいいかな、これ。可愛くないだったら、イベント参加中です。オッケー。可愛いでしょ。可愛くない。ミニーちゃんのコラボやってんだったら行きたい。え、ねえ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 、いちご作るの？ね、行きたい。そうそうそう、あのね、いちごちゃんがね出るの。いちごちゃん行きたい。いちごちゃんが出るから行きたい。しかもね、うん、美味しそうなフードがあった。嘘、行きたい。 え、行こうよ。え、行こうよ。8人で行こうよ。行きたいよ、ね、それ誰の？アズノ。アズノなの？アズノ。え、うまい。ちょっと今ウェルカムコメント書いてるので待っててください。結晶って…でもそれは…ねえ、いちごのやつめっちゃ可愛いよね。私も…そうだなー。これアズ出ないの？だって審査員賞じゃない。オッケー。あ、もうそれは終わった。終わったんだ。審査員賞もらって終わった。あ、星投げ。ありがとうございます。え、待って、アズさん。HK さんもありがとうございます。願ってて。え？うわ、ゆい…どうした？どうした？ユイのワイヤワイリワイリワイワイヤレスイヤホン、ワイヤレスワイレスなんていうんだっけ。ワイヤレス、ワイヤレスか。ワイヤレスイヤホン持ってるよねってきた。出てないけどよねなんだよ。確定なんだ。確定、確定されてた。で、すごい、次会うとき返してって言われた。あれ、あの持ってないけど。確定なんだ。借りてもないし、ユイのもらったことないんだけど。そう、一回確認しといた方がいいんじゃない？カバン。あげたら好きなんだ。確かに。でもないって言ってたね。あ、初見ですって。イヤホン、ありがとうございます。ワイヤレスイヤホンがなくなったらしい。めっちゃ面白いね。アズに特定で来るんだ。え、アズ借りたのかな、イヤホン。いや、ワイヤイヤホンなんて借りないよな、アズ。でも今日だって、今日絶対ない。怖いよ、怖いよ。今日行くときは持ってたってこと？うん、言ってたよさっき。あ、本当に？うん。あ、ともひろさん、しもちゃんさん、ありがとうございます。ちょっと今怖い事件が起こりました。何ですか？ゆいちゃんのイヤホンがなくなったんですけど、多分なくなって、まあ、絶対どっかにあるんですけど、それでなんかあずの動画に持ってるよねってきたらしいです。持ってるよね。でもう次の時、あ、返してねって。次の時は返してねって言ったらしいです。なんで、あず何何それ。怖いよ、ゆい。なんか、あの子たまに変な時あるから心配だわ。あ、キラキラ投げたよって、ありがとうございます。踊れない松屋さん、ミッチェさん、ありがとうございます。え、ゆいちの神隠し。確かに、どこにあるんだろう。むしろ気になるよね。お、歩き始めた、急に。あ、こんばんは。あ、XYZ さん、ありがとうございます。お踊ってます。あ、だるま投げたよって、ありがとうございます。神谷さん、ひめさん、ありがとうございます。やばい、ステップの音でバレるかもよ。じゃあ、アズ頑張って。バレるバレるバレる。アズ、アズ頑張って隠して。バレないよ、ステップの音でバレるよ。あ、分かるもん。分かるもん。ひらがな斉藤さん、ありがとうございます。あ、しろちゃんさん、いつもありがとうございます。前もすごい宣伝してくれてありがとうございます。教えてくれてありがとう。確かにお化けを持ってるんだよね。アズについてるんだ。何が？え、あのイヤホン、心霊さんが持ってるんだよって。アズについてるらしい。そうかもしれない。どうしよう。あ、かいちゃん、ありがとう。アイス、あ、れんくんもプレゼントありがとう。あ、オンライン緊張しますねって。オンライン。バレるバレるバレるね。ゆいち見つかるといいね。バレる。いや、一人、いや違うんですよ、あの
今日ここはね、あのあカラオケルームの広いところなんで、そうなんか踊ってる人と椅子に座ってなんか動いてる人です。あ、パンコンボゴー、パンコーボキーキバシさん、ありがとうございます。アリスさんもありがとうございます。あ、ピーちゃんさんありがとうございます。むずい、早いし知ってる知ってる。あ、うちーさんありがとうございます。誰の、ん誰の、どれが、わかんない、違う、最初からあった、やば。あ、はるちゃんさんありがとうございます。無理だ、ひなちゃん私のことなんか言ってましたか。全然言ってなかったですよ。ひなちゃんすぐ帰っちゃった。ひなちゃんはもう帰っちゃった。あ、しゅうかさんありがとうございます。こうへいさんも、バクさんもありがとうございます。ありがとうございます、ね、あ、グフさんこんばんは。こんばんは。ネモスおめでとうって今どこまで行ったんだろう。完結したね。完結した。あ、完結したよね。完結した。どこが面白かったですか、ね、どこが面白かったですか。どこが、あといつこう見てるのかな、みんな。あ、あ、55キロさんこんばんは。まだだって、まだだってよ。あ、え、トロフィー持ってる、本当に今どこ。いや、もうトロフィー持ってる、終わってる、もう終わってるよ。イエーイ。え、今スピーチしてたっけ。あれ本当にさ、4人でさ、うん、あの違う、みんなで乗る四角のやつがめっちゃ感動した。 あれすごくないよ。見ましたか、あれめっちゃすごい。あれ自分たちもびっくりしたよね。うん、7人だっけ、7人乗ったんだよねみんな、うん、やばネタバレやば。まだ最後まで見てない方がいるリアタイでも大体ね、わかるよね。わかる、仲良かった。え、でも終わってるだよね。終わってる、うん、見れてないって見てください。うん、ありがとうございます。6位になった。そう、でも明日さ、明日できるかな。明日あるよ、明日レッスンなんだよね。できないと思う。できないかな。え、あ、嘘。そんな。え、だって本当に。まあ1時間ぐらいだな。1時間ぐらいか。マネージャーおる。横にユナの。何を？ユナのマネージャーみたいな人がいる。言って。1時間ならできるね。ルクユメとありがとうございます。あ、ピーチャーさんありがとうございます。気候じゃ、え、なんか何が、巨人走りなんかしたっけ。してないよ、うちは。うちは普通の走り方だよ。アズじゃない、なんか言ってる。え、アズ、アズ巨人走りしたっけ。え、でもアズの走り方変だったよ。嘘、ほんと。太郎くんさ、たけしさんありがとうございます。え、私めっちゃ可愛かった。可愛くないよ。めっちゃ可愛かったよ。可愛かったけど、なんか次元を通り越してた。もうめっちゃ怖かったよ。通り越してて、なんかちょっと笑いになっちゃった。笑っちゃった、ごめんね。え、なんでこっちは真剣に走ってるのに。ひどくない。可愛くて笑っちゃったね。みんな可愛いって優しい。あ、こんばんは、ようさんこんばんは。あ、しゅうせいさんありがとうございます。そう、26日またまた、あの最終日が一発ルームの日なんですよね。え、そうなの。どういうこと。え、でも8人だからよかったじゃん。あ、何が。じゃあみんな、みんなで通り越してくれる。同じところで。みんな出てくれるの。あ、ほら、巨人橋かすみだってよ。なんで、うちじゃないでしょ。え、かす、え、かすみそんな走り方したっけ。してないよ、普通の。顔結構可愛かったよ。ちょっと後で見返してみるね。あれ真剣なのって言われてる。え、真剣だよ。え、あの、勘違いしないでほしいんですけど、真剣です、これは。そうだよ、ね、ひどいね、逆に。あの、一回もふざけてないので、そこだけは。それは逆にひどいですよ。確かに、私はこれはね、本気だから。むしろこれをね、いや、悪口ですよ、私。真剣だから。そうそうそう
そう、でもみんなで18禁なんで、まあ一人でね運動が苦手でも、だって1位いますからね、こっち。そうそうそう、1位です。バランスいいんです。ガチだから面白いって。えね、だよね、やっぱガチだと面白いよね。あ、ピース。あ、カズヤンさんありがとうございます。サニタニさんもありがとうございます。チームワーク良かったって。あ、ハーナさんありがとうございます。あ、プレジャンさん、ヨシフミさんありがとうございます。あ、拡大版食べて、あ、そうそう、ラムネをね、今ラムネ食べてました。あ、ヨウさんありがとうございます。そうそう、週末は握手会で時間が取れるか分かんなくて、どでもさ、なんかすごい微妙、時間がお昼から夕方っていうか、バイバイ、夜っていうか、バイバイ、頑張って。だからなんかできるか分かんない。あ、いいぞ、出演する。ね、楽しみですよね。そうそう、朝やるか迷ってます。そうそう、そう、夜まであるから、その一緒に帰ってやるとできないから。そう、東京に行ったことがありますかって。あります。あります。カスミンとカラオケって、え、何がですか。そう、前はね6時から7時までとかやったんですけど、そうそう、うん、そう、あ、ゆいち、ゆいちじゃないです、あずです、これは。あずです。あ、みっちゃんさんありがとうございます。お、くまたわ、ありがとう、ありがとう、ありがとう、くまたわ。あ、疲れた、今の、今のね、今の動き、嘘、これめっちゃ体力いる。何や、頭つけねえの。あ、大丈夫？ダメ。ダメ？もう帰れない。帰れない？うん、頭ですけど帰れない。帰れない。そう。ゆいち来たって、あ、コメントにってこと？あ、そういうこと？ゆい。嘘。ゆい。ゆい。やつ、イヤホン持ってないよ多分。あ、いたいた、ゆいは、あ、そういうことか。コメントできてくれたのね。ゆいまだいるかな。ゆい、そう、コメントって、え、写真めっちゃ良かったって。結構撮ったんですので、なんかこの後ちょくちょくまた載せますね。確かに。そうそう。あ、ヒンメルさんありがとうございます。ヒンメルさん、あ、こんばんは。ウゾムウゾさん、こんばんは。あ、ゆいちいなくなっちゃった。いなくなったの、なんでわかんの。ん、名前ないからだよ。ね、お揃いやりませんかって。そう、やりたかったんだけど。ミスクでしょ。に、あ、やる、てか今いっぱいやる。ん、ジュリー、ちょっと楽しみにしていてください。そう、髪の毛巻いてるんですよ。レアです、レア。あ、27日頑張ってってよ。何、あ、僕たい、うん、あ、ありがとうございます。あ、こんばんは、こんばんは。あ、サマーツリーさんありがとうございます。桜餅さんありがとうございます。ね、ゆいち帰っちゃったかも。ん、タワー来ちゃうって、嘘。ありがとうやん。あ、うんじゅさん、くまさんありがとうございます。すごい、くまちゃん、くまちゃんありがとう。え、今水色のくまさんなんですね。最高やん。すごい。そう、隣はず、あ、ひゅうがさんありがとうございます。
あ、なったらさんありがとうございます。または常連じゃなくてまたはでもポイント変わらないですよ。お、すごい、なんか教えてくださってありがとうございます。わかんない、変わったのかな。お前は気が出たの。お前はさ、うん、いっぱいやった方がいいみたい。そうなんだ。リッチいる。え、嘘。いや、いんの。あ、いた、いるぜ。いや、いい。なんで、ん、え、書いてかん、くんの、書いてあんの。ゆいち本人来ましたって。え、コメントしてんの、それとも。コメントしてる、ほら、本当だ。いるぜって。そう、あ、変わったらしい。あ、アップトゥ、アップトゥボーイ。あ、そうなんですよ、明日発売。明日発売。ぜひ見てください、皆さん。アリスさん、ありがとうございます。そうそう、バスケね。そうだよ、バスケのやつ。バスケのやつね。見ましたか。見たよ。そう、明日。寒そうだった。寒くなかった、あれ。え、あの日ね、すごい暖かかったの。あ、いいね。そう、めっちゃ暖かかった。あ、次のシングルの握手会行く予定で、ありがとうございます。やった、ありがとう。そう、なんか次いっぱい増えたんで、皆さんぜひいっぱいに来てください。何乗ったって。何乗った、何乗ったっけ。レイジング、うん、最初回転2万マイル行ってレイジングじゃん、インディーだよね。あ、そうだ、レイジン、あ、違う違う違う、インディーだから回転2万マイルとアリエル全部乗った、ね、アリエルのやつ全部乗ったね。で、帰って、もうそれ伝えてるのが、そうそうそう、インディーンで、あ、え、次撮ったよって。あ、ともさん、ありがとう。どうも、あと、そう、フルブスなんですよ。やった。あ、あんこさん、あしかさん、ありがとうございます。確かに、でもいっぱい食べたね。そう、いっぱい食べた。食べ物、マジでいっぱい食べたよ ね。チュロス食べて、チュロス食べて、やっぱ、いちごミルクのタピオカなんで。あ、そう、あれも美味しかったね。で、リトルグリーマン食べて、うん、ポップコーン食べて、うん、まずはお肉の変ななんかやつ、照り焼きみたいに食べて、照り焼きチキン食べて、何食べた、何食べた、何か忘れてる、マカロンと、あ、マカロン、あ、ピザ、うん、ピザか、食べたね、食べた。あ、クリスマスツリー出しましたって。あ、餃子ドッグ、ね、餃子ドッグ食べない、食べてない。あ、あとさ、ポテトチロス食べた。あ、そうなんだ、めっちゃ美味しかった、感動した。ポテトチロス本当に美味しくて、なんか昔から好きだったんですけど、なんか最近全然やってなくて、でもなんか今回やってたんですよ。そうそう、え、嫉妬したってゆいが、えー、じゃあゆい行こう次。知らないって、ポテトチロス、あのセンターオブジアスのとこにあるんですよ。ラックさん、ありがとうございます。お、あ、インドネシア、いつもありがとうございます、見てくださって。あ、こんばんは、ディノゾさん、こんばんは。知ったかぶりポーズってなんだ、何これ、ユナのポーズみたいじゃない、何ユナ、あ、そういうこと、うん、らしいです。だから確かに、どっちなんだろうね、こっちもあるよね、それは花だよ。そう、だからどっちなんだろう、でもこっち、知ったかのポーズ、こっちだ、こっちだと思う。あ、でもこっちか、みんなで集合写真これか、うん、これです、正解は。だからだ、あ、バトーさん、ありがとうございます。大野貴文さんもありがとうございます。ヒンメルさんもありがとうございます。お、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。いますよ、ここにペンギン。そう、デミグラスソースっていうか、なんかケチャップみたいな、デミグラスだった、多分書いてあったのは、書いて、でもさ、ケチャップっぽくなかった、ちょっと、うん、トマト感強めのデミグラス、そうじゃないかな、美味しかったよ、めっちゃ美味しいです、もちもちで美味しい、最高だった。そう、また食べたい、ディズニー美味しい。ディズニーの食べ物ってなんであんなお腹いっぱいにならないんだろう。永遠と食べれるよね。うん、本当に本当にね、ダメなんだよね。そう、永遠と食べる。でもなんか気づいて、めっちゃ歩いてたら、あれ、なんかお腹いっぱいになってきたってなるんだけど、なんかずっと食べてる時はなんかあれみたいな、うん、わかる。あ、ミラーボールありがとうございます。かえちゃん、あ、かえちゃん、ありがとうございます。あ、福清さん、だるまさん、ありがとうございます。ひなちゃんはツンデレ、うん、ツンデレじゃない。あ、うっちーさん、ありがとうございます。
24日のキッチンカーねやばいな。え違う、え、あ、うん、あの23だっけな、わかんないけど朝やるよ。マジで朝もあるよ、絶対行こう。ねマジで行きたい。え待って同じだっけ、違うんだよね、1個違うんだよね。うん1個だけ違う。え同じなのかな、一緒に帰るやつだっけ、前回食べたっけ一緒に。あ一緒にクレープ食べに行ったよね。あれってブー違うけど食べに行ったよね。あ本当、いやあれ朝で、朝朝だっけ、え全然覚えてない。そう最後の方だっけあれ。あ、小野田久美さんありがとうございます。行きたいって。ね行こう、絶対行こう。やばい。え、でもなくなってるとかないかな、一番最後だから。うわ、最初の方に行きたくないじゃん。行きたい。タピオカもあるっていいな。やばいよね、めっちゃ美味しそう。え、アサイボール好きだったのかって。好きだよね。大好き。食べたことない。でも食べてみたいんですよ、ずっと。あ、かいちゃんすごい、ありがとう。あ、たしさんありがとうございます。お子さんにツイートできないって、そうなんですか。そうそう、あ、クロロルシルフレさんありがとうございます。ウッチーさんもありがとうございます。すごいこれ長くて読めないな。すごい、ソ、ん、ソムワチラジェームオラピペパットさんありがとうございます頑張って読んだ難しい。あ、元さんありがとうございます。コウヘイさんもありがとうございます。最初の方って、あ、そうそうそう、6部から6、8、なお、6で行きたいね、じゃあ6で行きたい。ゆなのラムネ、あ、インメルさんありがとうございます。ラボーナさんありがとうございます。あ、こんばんは、のりさくさんこんばんは。ウニエさんこんばんは。お、6部行きますって、ん、やだ私の微妙な顔で、あ、ノットめっちゃ素直ったくるくるしました今23と24出張で買えなかったんです。頑張ってください。出張、お、23日東行くって、いっぱいいる、待ってるね。でネット中へ届くか心配、めっちゃギリギリで買った。本当に、うん、やばい、やばいじゃん、やばいやばい。中へはいつ切るの23、あれやばい、明日届かないといけない。うん、明後日、あ、明日って何曜日、金曜日、金曜日、やば、あ、でもワンちゃん、もう明後日でも午前中に届いたらいける？そうや。じゃあ大丈夫や。大丈夫かな。うん。明日は、明日ね、明後日はなんか水色の結構可愛い系の洋服を着ます。ラムネうま。美味しいよね。うん、ちょっと前夢見にいっぱいもらっちゃったから買ってきた。あ、わーちゃんさんありがとうございます。ヒメルさんもありがとうございます。あ、優しい、土日はめっちゃ寒いらしいって、お、あ、たくさん楽しみって、ありがとうございます。あ、メイさんありがとうございます。これエトワで合ってるかな、鳥、あ、え、怖い、何やってんの、寝てる、あ、寝てるの、うん、あ、藤木さんありがとうございます、ミラーボール、ありがとう、ありがとう。よくさ、ロケバスとかさ、うん、こうやって寝てる確かに前いたな、隣に、それで寝てるのね、マスクがアイマスクになってるって、あ、メロさんありがとうございます、ありがとうございます。あ、これなんて読む、アズ、なんてこれ読めるかなって、え、新聞、え、何言ってんの、なんかそういうのなかったっけ、エピソードだってこれだよ、うん、冬に至るでなんて読むの、何よ、こんな本当に知らない、わかりませんでした、当時です、なんだ、あ、当時じゃない、これ当時かも、当時だ、なんか言われてみたらわかる、あーってなる
みんな問題出しちゃいけないってね、本当に。あら、当時だって合ってた。そうやってさ、みんなえわらわらとかやんでしょ。やらないでください。やだえ、春分は何、いつの何の季節か知ってる？春、春。あ、すごいすごい。大丈夫、みんな危ない、食べない。これ以上見せびらかすわけにはいかない。黙ってきますね。明日ね、あ、ゆず湯ね。ゆず湯入る？いつも入る。入るよね、うん。でもなんかね、前回体痒くなっちゃった。あのね、中さ潰しちゃって、うん、あの中身、うん、あの汁がいっぱい出ちゃうと痒くなっちゃう。あ、そうかも。浸りすぎたのかも。多分それ。あとなんかね、一回上がったら結構洗った方がいいらしいよ。あ、そう、洗った。めっちゃ洗った。痒くなっちゃったから。え、でもめっちゃいい匂い。え、超好き。ゆうか言うのめっちゃさ、潰しちゃう。わかる。潰しちゃうタイプ。めっちゃいい匂い。そうそう。あ、たくさんありがとうございます。ね、ゆず湯入りましょう。すごいひどい。あずきはさすがに読めますよ。みんなバカにしてるなあ、あとあれだよね、ゆず湯とあとかぼちゃの煮物だよね。え、食べる？食べない。え、そう。かぼちゃ好き？大好き。でもだよね、おばあちゃん聞いたらあるんだろうな。あ、そういうことか。じゃああるよ、普通に。うん、かぼちゃも食べますよね。かぼちゃ、かぼちゃ好き。かぼちゃとさつまいも、今日もさつまいもばっか食べてた。お昼ご飯、お昼ご飯の代わりに干し芋食べてました。かぼちゃを豚汁に入れたら美味しいです。え、美味しそう。うまいよ。あ、それやってるわ。そう、でもなんか、うん、かぼちゃ煮物が多い。一番煮物も美味しいよね、うん、味付けるやつでしょ。味うん、味付けるやつ。そう、味付ける。あと天ぷらも絶対に芋が美味しい。絶対うまい。かぼちゃとさつまいも、かぼちゃとあとさつまいも、これが好き、うん、ね。お芋ご飯も美味しい。味で美味しいの。ねえ、これひどい。もういいよ。わかるよ、わかる。あ、かぶさんありがとうございます。あ、ねえ、かぼちゃプリンも美味しい。すごいいっぱい問題いっぱい。あずに、うん、分かってこいよ。あ、マジ。いやだ、いやだ、いやだ。ライチューさん、あ、マークさんありがとうございます。あ、ゆうすけさんこんばんは。君たち食べ物の話多いなってバレた。食べ物最高。食べることに生きがいを感じてるはずは。確かに、そういうこと。そうなんよ。そうだよ。そう、夏に売りを読めるって。ん、夏、夏子は南、あ、南、南、南に売りは読める。これかぼちゃ、わかんない。調べてみな。あ、でもそういうのあるよね。うん、南だから何なんだろうね。バナナ正解じゃない？本当に？うん、本当に正解だよね。かぼ、あれ、バナナ、バナナじゃない。かぼちゃ、かぼちゃで合ってると思う。本当に？うん、いや、なんか見たことはない、ある気もするけどわかんない。あ、かぼちゃだよって。ほら、かぼちゃで合ってたよ。ダンス最高でしたって。ありがとう。正解したからこれで終わりにしてください。勘弁してください。正解だったから勘弁してあげてください。そうだよ、もうさっき頭ぶつけてたから頭回ってないんだよ。そうそうそう。さっき読めるって読んでみよう。読める。いや、今だよ。アズニーじゃなくない？言うのかと思って読んだ。これ読めるよね。いや、さっきはおにぎりとかで書いてあるからさ、わかるよね、うん、身近にあるの。でもさ、魚さ、難しくない感じ。難しい。難しいよね。絵のも普通にわかんない。11までさえちゃんいるのって。いや、さえはもう帰ったよね、うん、帰ったよね、全然さっき、うん、帰っちゃいました。バイバイしちゃった。あ、リンクさんありがとうございます。ありがとう。ね、魚難しいよね。あ、ミラーボール来てたやって。え、ありがとう。あ、ウンリュウさん、パンダさんありがとうございます。カブさんもありがとうございます。あ、モンさんもありがとうございます。
あ、ヒンメルさんミラーボールありがとうございます。ゆういちが前ショールームでユナさんよりも感じめるって言ってた。絶対嘘ですそれは。え、昆布読めなかったのゆい、ゆい。嘘。あ、そう、後ろにいるのはアーズですよ。さゆちゃんはわがままなんですかって、なんかわがままわがままっていうか、なんだろう、一発の日はねめっちゃわがままだったよ。ほんと？ずっと、うん、やだやだそれはやだそれは甘いやだって言ってた。そういう時もある。ずっとね、うん、あのスピーチしてるけど全部やだっていうの。そうなの？やだ。でもなんかさ、ひなのといる時が一番そんな感じな気がする。ひなのだからそうなってるんだと思う。そう、そういうらしいです。確かにイメージと違うって。今日ひなのもそれやられて嬉しいタイプだから、あの二人が出来上がった。確かにずっと一緒いるよね。あ、KKB さんありがとうございます。ミッツさんもありがとうございます。意外すぎるって。意外でしょ。最近そんな感じ。あ、頑張ってて、また来ますって、ありがとう。またぜひ。あ、こひちゃんセンターで写真撮ってるよってね。公演頑張って。あ、そっか、今か、うん、やってんのか、今最中か。そう、さっきあったんですよ、ね、あったね、うん、ちょっとだけ。あ、今日10時までやりますよ。ゆきね、可愛かったって。いや、やばい。可愛いですよ、もちろん。もうやばい、目がんぎばりになっちゃう。最高最高。これさ、たたさんがさ、うん、なんか急にね、なんだっけ、ゆきちゃんって呼んでほしいって。え、そう、ゆきちゃん、ゆきちゃん、あー、ゆきちゃん。かわいいな、もう無理なのね。昨日のさ、マジでなんかいっぱいさ、ね、キュンキュンしたこと言ってくない、うん、これから思い出作ろうねって言って、ね、言ってくれたんですよ。なんじゃあれ。そう、あ、やだ。もうアイリさんもすごい、なんだろう、ね、でもなんかアイリさんと話したんですけど、うん、なんだろう、なんかアズと平田さんがちょっと似てる。なんで？ゆきちゃん似てる。そうなの？似てるところがある。で、なんかそれで、なんかそのなんて言うんだろう、うん、私と愛理さんが同じような役をするっていう。あ、じゃあすごい2-2。そう、すごいじゃん。そうなの。っていう話をしました。そうなの、そんな話してたの。そう、私と愛理さんが卵焼き好きで。あーね、そう、昨日も卵焼き食べました。確かにポジション一緒だ、どっちも。面白い。確かに。だからさ、絶対かぶんない2人でさ。え、そう、すごいね。そうなんですよ。嬉しい。かぶんないのに仲いいってすごいよね。そうなんですよ。めっちゃ嬉しい。そう、確かに。またご飯行こうねって言ってくれて、ね、行きます行きます。次はアーズがおごります。本当に楽しかった。そうね、いや、一緒におごろうね。だってもう一緒にいてくれただけでアズは幸せなのに。そんなに硬いの食べて歯かけないって。硬いのこれ。このラムネめっちゃ柔らかいですよね。柔らかいのこれ、うん、柔らかいの、うん、ラムネ硬い、うん、あの美味しいだよね、うん、ね。そうなんだよね、最高。ええ、まさねーって呼んでたのって誰だったっけ。私呼んでないですよ。まさねってさ、あの公園の時に。そうそう、公園の時にさ、誰だっけ。アズはさ、途中で来たからさ、何の話か分かんなかった。誰が呼んでたの。サエかな。サエ、サエだ。サエ、サエがまさねって言ったの。そう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 、 MC の時に。いや、でもどうなんだろう、分かんないな。そうそうそう、そうそうそう、まるまるさん呼び。そうなんですよ。ちゃんなんて呼べないんだけど、どうしたら
でもなんかあれだよね、呼びたいんだけど。でもでもさ、仲良くなれたらいいね。なれたい、めっちゃなれたらいいねって、なんか、うん、なれるなるね、幸せな未来しか見えないず、ね、やだ、ずっとニコニコだったよね、マジでそう、うちら本当にやけどさ、絶対気持ち悪いって思われたずっとニコニコして一緒に写真も撮ってもらいました。あ、イチルさんありがとうございます。のりさんもありがとうございます。うんりゅうさんもありがとうございます。あ、こんばんは。キツネの郷さん、こんばんは。あ、イチルさんありがとうございます。ハマーさんありがとうございます。プントさんもありがとうございます。ありがとうございます。いつも2人でやってくれって。あ、生徒さん素敵でしたって、ありがとうございます。素敵だった。え、ありがとう。素敵でした。今もよかったよこれ。せーの、ハッピーバースデー。そうそう。あ、ひよこ豆さんありがとうございます。学校はそうそう明日までです。明日まで、そうそうなんです。冬休みね。明日の仕切り最高やったなって。よかったね、よかった、回しよかったってね。ノリノリだったね。びっくりだった。あ、あいちるさんありがとうございます。あ、ゆうほさんありがとうございます。こんにちはって、こんにちは、こんばんは。大掃除、海苔ラーメン、何それ。修学旅行ありましたよ去年。このそのまま公演終わるんじゃないかってヒヤヒヤしたって。え、うん、そんなことないですよ、やってくれましたちゃんと。あ、お子さんありがとうございます。あずかありがとう。あいちゅうさんもありがとう。あ、そう、修学旅行ね。修学旅行どこ行った？え、まだ行ってないんだよね。え、ここ中学は行ったけど、うん、ここはね、コロナ禍ないの。え、どこもなかった？どこもなかった。そうなんだ。うん、私はあ、そう、登山行った。登山、登山、登山行った。登山行った。楽しかった？うん、楽しくなかった。疲れた。楽しくない？疲れた？もうみんな疲れ、激疲れ。マジ？ね、もう登山きついかった。なんで修学旅行の代わりに登山になったのか、すごいあざなと思うんだけど。すごい、どうだと思いますか皆さん。でもゆなは中学校の時が逆に修学旅行なくなっちゃって、なんか泊まり、うん、なんか中学校も本当は京都とかの方だったんだけど、なんだ、なんか青年の家みたいな、 あるやん、青年の家、なんか、なんかなんだろう、その学校に校外学習のためにあるっていうか、うん、そういうので貸してくれるところに行ってお泊まりした。いいな、お泊まりした。え、ちょっと聞いて。そうそう、理科学校みたいな。なんかね、読売ランドとそれ行ったの、うん、登山行ったの。あー、え、いいじゃん、読売ランド。だから登山行った後に読売ランドだったの、うん、さあ修学旅行だったらさ、ね、うん、お泊まりやん普通なのに、一回帰宅して、うん、朝めっちゃ早くに集合してまた読売ランドの、あ、2日間連続で普通に家に帰るってこと？家に帰んの、一回。え、もう謎なの。え、お泊まりしたいね。したかった。お泊まりしたことない、高校で。楽しかった。私は京都と大阪に行きました。え、それここ？うん、あと広島。うわ、いいな。そう、広島もね、広島ね、なんで亡くなったんだろう。あの原爆のお話を聞いて、うん、でも原爆ドーム見た？見て、朝も資料館見て、で大阪の方向かったかな。見たい。貞子さん、ん？花子ちゃん？花子さん？何いるよね。ちょっとわかんない。なんかいるんだよ。それ見たい。資料館？そう、違う。そこら辺、そこら辺。いいな、広島普通に行きたい。広島焼きとか食べた？ん？広島焼き？何食べた？広島は観光してない。え、そうなの？牡蠣とか有名じゃない広島って。うん。食べてないの？
うん、そのまま行って移動してそっちで食べた。あ、そうなんだ。そう、厳島神社も行けなかったんだよね。ああね、有名、あのあれか、海に立ってるやつか。うん、この辺見なかったのって。いや、あの去年は普通に、あのそういえばあれ、修学旅行の本当にちょっと前に一次審査のやつ送ったんだよね、昨日で。うん、明日なってた、あの修学旅行の前に、ま、なんか本当にちょっと前、1週間もないぐらい前に送って、でなんかその後そわそわしてたそう、ね、あのめっちゃギリギリに見つけちゃってさ、そのオーディションのやつ、うん、めっちゃギリギリだった。本当？そう、今お母さんに教えてもらって、終わりやん、その日に送った。終わりやんって思ってすぐ自撮りして。あ、ジョージカミオシさん、ありがとうございます。ペンライトありがとう。ありがとう。あ、レジポンさんこんばんは。カワさんこんばんは。もみじまんじゅう、そう、もみじまんじゅう買えなかった。あれってもみじの味すんの？どんな味すんの？違う違う、もみじの形、もみじの形だけあれ、うん、そうなんだ。そうそう、間に合ってよかった。確かに揚げもみじまんじゅうとか食べてみたいんだよね。え、揚げてるんだよ。知らない。なんかね、山根さんと食べてた。え、おいしそうだった。オーディションの写真は誰が撮ったのって。オーディションの写真はあの妹、あの取り合いしました。そう、撮ってもらいました妹に。そう、まずテレビの横に置いて撮った今ね、あの棚の上に置いてたんだけど、撮れなく、なんかうまく撮れなかったからお願いして撮ってもらった。あ、アルさんありがとうございます。キツネのごさんありがとうございます。天ぷらにすると美味しい。そうなんだ。あ、としきさんありがとうございます。うんりゅうさんもありがとうございます。アイチェルさんもありがとうございます。もみじ食べたことあるんだって。もみじ食べれるの？もみじって。いや食べたことないな。あ、でもないかも。あー、いちるさんハートいっぱいありがとうございます。ありがとうございます。あずと18区ポーズ、せーの、じゃ、はい、オッケー横向いたら違うんだよね、ちょっと。フォーエバー。あ、そういうこと。フォーエバー、無限フォーエバーらしい。いいね、いいじゃん。こうやってたら18聞こえたらフォーエバーあ、そういうこと。ずっと18期はずっとも。あ、ずっとも、ずっとも久しぶりに聞いた。ずっとも、ずっともね。でもさ、中学校とか小学校の時のプリクラに絶対ずっともって書いてなかった。で、そういうスタンプあるよね。てか、ずっと、なんかずっともとか。あ、そう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 、ね、あるよね。うん、小学校の時多分ね、押しまくってた。ずっとずっとも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 ってやつだ多分ずっともすぎる。スタンプやればやるほどお得だと思ってたの。ああ、わかる。なんか落書きすればするほどみたいな。そうそう、なんかもったいないと思ってたよね。そう。あ、コウさんありがとうございます。大阪京都来ても奈良に来る人少ない。確かに奈良、あれ奈良行ったっけな。中学校行った気がする。奈良も行ったかもしれない。その修学旅行で一緒にいろいろ回ったから。怖いよね、鹿。鹿怖かった。嘘。あ、でも鹿行ってないってこと言ってないな。鹿怖かった。鹿怖かっためっちゃ追いかけられる。あ、奈良さんありがとうございます。そうなんだ。キツネゴンさんありがとうございます。あ、ありがとうございます。あ、すごい、韓国語、韓国語ん読める。小日向、小日向呼ぶ。どこにある？どれ？ほら、今あー、これあれじゃない？わかる？これさ、なんだろうなんか間違ったら申し訳ないからやめとくか。ありがとうございました。どうもありがとうございます。あ、よしきさんありがとうございます。確かに47都道府県制覇してみたいって。確かにいいね。全然行ったことない。本当に
いうのもない。てか東北と北海道は本当に行ったこと全然なくって、分かる分かる。あと四国もないな。四国もない、うん。中国地方はあのその広島だけ行ったけど、いや九州もないんだけど、あ全然ない。本当に九州はな、沖縄しかない。あ沖縄、沖縄確かに、沖縄も行ったことないけど本当に行ったことないの。いっぱい行きたい。行く、行こう、行こう、行こうじゃん。オッケーね、そうそう秋田県ね行きたいね。そうワンミーティングで行ける。あそうだ、え行けるじゃね。それさ、あいりさんとも話したよね。そうそう話したんですよ。なんかどこ行きたいみたいな話してたよね。そうじゃん、待って最高かも。で北海道のファンミーティングの時のお話も聞いたよね。聞いた。そうそう、そういう感じ。ねえすごい、やったー行きたいね。早く北海道行きたい。でも北海道は絶対あるって言ってたから。楽しみ。本当に行きたい待ってます、会いたいってね。会いたい。そうでも寒かったですかって聞いたら、なんかあの踊った後だったからもう暑くて、なんか全然寒くなかったらしいです、ね、言ってたね。逆に雪触りたいみたいな、ね、そうだからなんか結構先輩とかも触ってたらしいです。ちょそうって言ってた。北海道いいよってね、行きたいです。行きたい。北海道、青森、岩手、青森、岩手、宮城、え、それ福島、山形、秋田、うん、それだった。うん、え、なんか違う、うん、あるよね、人によって、うん。違う。岩手、宮城、福島だ。山形、秋田、報告みたいな。あと北だそう。らしいです。こういう。あ、いってるさん、ありがとうございます。ゆな、あの普通に何北海道、あんまり秋田、岩手、山形、宮城、福島。早口系ね。新潟、富山、石川、福井みたいな感じで覚えてた。あ、ある歌だったな。あのね、なんだっけあれ、なんでしたっけ。あ、そういえばさ、テロップ書いてなかったですね。え、嘘。今思った。ほんとだ、テロップ書いてあったあつって東北してたんだ、なんてことよ。何が、あ、来たの。うん、知ってた。知ってたんだ。北海、他は知ってる。知ってるよ。チューブとかわかる。チューブわかるよ。チューブ、チューブだもんね。ここら辺ね。岐阜とかね。そこら辺ね。うん、うん、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。分かった、分かった。わかるよ。あ、こんばんは、てちろうさん、こんばんは。あ、ちゅうかさん、汗。ニュアンスは伝わるって、お。ペニーエイプさん。確かに優しい。ゆなちゃんが1位になりますよね。よしくんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。すごい盛り上がりの15000。ありがとう。本当だ、ありがとうございます。四国わかるって。四国わかるんだよな、それが本当にわかるんだよな。うん、四国って4個だもんね。うん、言って、ええ、言う、普通にいいよ。ね、愛媛、徳島、高知、え、待って、うどん、うどん、あー、香川だ。あぶねー、あぶねー、あぶねー、ギリギリ、すごい、おお、やればできる子って。そうだよ、天才だから。ねえ、みんな分かってないよね、あの天才さ。確かに天才さ最近カミカミじゃない、なんか。いや、そう、本当にそうなの。カミカミ、なんかね、喋りたいことがどんどん出てきちゃって早口になって追いつかないの。そう、追いつかない、口がだからノロノロ喋んないと噛んじゃう、うん、あ、そうなんだ。じゃあ、アズが噛んだらそういうことなんだね。そうだめ、思いが出過ぎちゃって噛んじゃう。あ、ハッシーさん、ありがとうございます。あ、アキさん、ありがとうございます。
そうそうそう、確かにワーシもそうなんだよね。そういうことだよね。ワーシさやばかった、めっちゃワーシだったんだけど、なんかさ一発とかの動画見たんだけど、めっちゃワーシなんだけど、私がワーシさえめっちゃワーシワーシ言ってんの、やばい。えワーシってすごいよね。やばいよね、ワーシってアイドルが言っちゃダメだ。やばい、わしでいいやんって。確かにわしだよね、もうわし、もう同じだよね。あ好きだから変えないでほしいってよ。本当に、でもあの別にねえなっちゃう、でもなんない、わざとじゃない。確かに本当に流れになっちゃう、わし。なんかちゃんと話そうとしてる時は私なんですよ。でもなんかなんか流れに、なんかふにゃふにゃ、えわしはみたいな感じ、わしもやりたいみたいな、そうそんな感じ。そうそうそう、わしだよね。そうそう、そう流れだとそうなるんですよ。なる。確かに。全然気にならなかったね。気にならなかったよね。確かに。何アズ？アジ。アズ？うん、アズもアジってなる。あ、違うよ。なんかアズさん、なんかアズ。だアズアズさんってなる。アズアズアズ。うん、そんな感じ。確かにズってじゃん。なんかめんどくさいもん全部。アジアジアジも同じか、だったらずって言え。確かに。あ遊びに来てって、あそんなさありがとうございます。確かに発音がいい人やんだって。いい人、うん、いい人ってこと。あそうよね、アジアジアジ、ザジズでとか言いにくいの。そういうわけ言いにくいんじゃなくてちゃんと言ってないだけだよね。そうだね、ちゃんと言ってない。ザジズでそう普通に言ってんだよ。うん、でも言いにくいかも。どこが言いにくい？え、まず言えるかな。え、どこが言いにくい？なんで立ちつてとは言えるわ。なんだろう、何が難しいんだろう。でもザジズでそう難しいね。ザジズでそう、だとか、だザジズで難しい行とかあったよね。確かに、ザジズの言う機会、確かに。確かに言う機会。ね、あ劇場出ましたって。あ終わったのか。え早い、お疲れ。コヒナ、お疲れ。えいちご雪見大福出たんですか。あ、ニューシングル、嘘、食べた。ハート、ハートのやつ食べたい。ニューシングルの口から取りましたって。松吉さんありがとうございます。初夢ちゃった、やったー、ありがとうございます。あひよこ豆さんありがとうございます。お昨日食べたよってしゅうかさん、いいねー、出たよって。あー出たんですか、賢いこと。やったー、よかった。賢いよね、賢い賢い賢いです。しゅんごうさんありがとうございます。リャリュリョがむずいって。リュリョ、リャリュリョ。でもあんま使わないよね。使わないね。リャとリュとリョ。確かに料理ぐらい。あ料理ね。あうんりゅうさん、まさゆさんありがとうございました。おあこさんお風呂入ってくれないって、いってらっしゃい、頑張ってくださいって。おさたら今日難しいですねってよ。おこんにちは、インドネシアが来りました、来ました、ありがとうございます。お3位当たりますようにって。あ当たりますように。あすごい、はるさん仙台に泊まるんですか、いいですね。あよしーさん二条初めて行かれました。あこちらこそお願いします。サンタ楽しみにしててください。30日、お研究生公演30日もなんだ。えっ、ん30日も、30日もそうなの。なんかあでもただれん、どこか、うん、ただれ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 んだ、ただれんだったけど、まだ人は分かんないよね多分。そうだね、だから楽しみにしててください。確かに確かに、あず本当に何時までいるの。8時半だって、ね、分かんないね、帰りたくない。別に一緒に帰ってもすぐバイバイだからね、下降りてバイバイ。今日迎え来たもらっちゃった、うわっ。えあずもちょっと頼んでみよう。
頼むみんな。ちょっと本当にめんどくさい。本当に今日立てないあず。確かにずっとなんかずっと座って椅子に座ってるから。ずっとこんなんなんだけどね。ちっちゃい今日。今日ちっちゃい。あずっといてねってね。気力が確かに。立てない。ね。あパークさんありがとうございます。アーリスさんもありがとうございます。あ、新曲を二人の買いました。あー、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、楓さんこんばんは。ケンさんありがとうございます。そこで休んでいてって気づいたら寝てそうだね。なんかそのまま確かに寝てたら起こすね。じゃあ、あそうなんか握手会のやつ5月の握手会あるじゃないですか。その時の土曜日の方かなはあの夢目にコーディネートしてもらうことが決まりました。それであと28日かな4月の28日は霞とお揃いします。いっぱい埋まりました。オンラインもねちょっと考えてたんですけど着ぐるみもいいなと思っててだから着ぐるみも着ようかなって思ってます。そう、それはじゃあオンラインでやろうかなって思います。あとなんかオンラインにやってほしいものとかあるかな。そうそう前にねそう夢見にお願いしてたんですけどそう着ぐるみ持ってない。あそうね27日はあの小ひなとズートピアの小ひながニックで私がジュリーであのコスプレします。そうそうそうなのよ。平田さんにコーディネートしてもらいましょうってそんなの可愛いに決まってます。起きてますよ下向いてるだけなんでヤギの気がない。あずはあの私のショールームを見てます自分の携帯で。あきやまちゃんこんばんは。ってこんばんは。テンパーくんさんこんばんは。えチャイナドレス着るっていいね。そなんか警察官来てほしいって方がいたんですけどあのそのねちょうどジュディが警察官なのでなんだろう警察官の感じなのでぜひそう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 いう確かに。あメリークリスマスメリークリスマスまだだけどねまだ21今日まだです。本番は公演です。そうそうそうね。あうさぎの着ぐるみねいいね。あとそうどうしようかな何がいいかな迷ってます。サンリオもいいなって思ったりとかしてるところではある。動物も好きだから何がいいかな。そうパパなんだって迎えに来て。まだまだ望みある。まだ望みある。ちょっと頑張って迎えを呼ぼうとしているところです。あずはあーお願いちゃんとお願いしな。お兄ちゃんはダメだった。パパにえお兄ちゃん頼んだろ。お兄ちゃんは頼んだ。えなんて言ってた。えわかんない。なんかどっかにいるから無理だって。あそういうこと。パパやすパパえお兄ちゃん来てくれるの。たまに来てくれる。優しい。お兄ちゃん優しい。そう着ぐるみ自分で用意する、うん、てか全部自分で用意する。クリスマスだけじゃないかしてくれるのね。うんそれ以外は全部自分。そうそうすごいなんかうち髪の毛めっちゃ直してた。迎えに来ましたって。あみんな迎えに来て迎えに来て。ダメです私が連れて帰りますね。ダメです。あマサヨシさんありがとうございます。うちさんもありがとうございます。あみっちゃんさんこんばんは。
制服がコスプレになっちゃうって確かに。でも制服まだでも私でしょ、セーラーっていうか、あの学校の制服は着れないので、だから なんだろう別に、うん、コスプレになっちゃうっていう感じで。そうでもなんか卒業式が3月の最初の方なんですけど、だから3月の最初の方に行きたいなと思って、一番近かったのが3日だったので3日に着ようかなって思ってます、セーラー服。そうね、セーラーを見たいって方すごい多くて嬉しかった。あ、イチェルさんありがとうございます。制服が邪魔をするって確かに。そうそう、ラスト JK、 そうなんですよ、ラスト JK です。あ、3日行きますって、ありがとうございます。人力車で迎えに来まして、すごい。ペペニさん人力車で来てくれるんですかえあ、そう、中学校はねセーラー服だったんですよ。珍しくないですか、めっちゃ可愛かった、可愛かった。え、ドレス、え、ね、ドレス着る日あるの？ドレスっていうか、うん、でめそんなドレス、あのシンデレラとかそういうんじゃないよ、みんな。なんかあれでしょ、そう、ドレスワンピース、なんかドレスコーデみたいなあんじゃん、ここなんかさパフスリーブとかさ、あ、結構なんかあれだよね、なんかさ、なんかね、なんていうの、結婚式に行く方みたいな、そう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 、そっち系、そっち系とか、あとあれでしょ、なんかじゃあディナーいいところのディナー行きますとか、そういう時に着るやつだ、おしゃれな。リマジンで迎えに行くねって、あ、おいでおいでっておいで確かにいいねそれ、うん、でもユナのあれ見いいと思った、あのシングルっぽいやつ、一番最初の3月ですか、うん、あれいいな、あ、そう、シングルっぽいやつ着ようと思って、ね、いい、そう、ドレスならシンデレラ、シンデレラがいい、着てみたい。あ、キキ可愛かったっていうね、ハロウィンになったらね、またかも、ね、そう、この時期って難しい、ドレス着てる方いたよね、めっちゃ可愛かったです、本当にいいな。そうだから警察官のコスプレは、あのジュディの日が警察官ですそう、あ、かぼちゃの馬車で迎えに行く、え、優しい、優しいです、かぼちゃの馬車。でも魔法使わないとかぼちゃ、本物のかぼちゃだけど大丈夫かなただかぼちゃ引いてる人になっちゃうけど大丈夫かなあ、ワクワさんありがとうございます、パレジオさんもありがとうございます。確かにほうきのって書いてある、確かに。でもちっちゃい時、ほうきって本当に飛ぶと思ってましたよね。そう、かぼちゃの馬車は食べないです、かぼちゃの馬車の分のかぼちゃは我慢しますそう、どうしようかな、何着ようかな、迷ってます、もう。あ、みかんちゃん、くまさんありがとうございます。警察官はね、そう、ワンピースみたいな感じので、スカート、うん、ミニスカ、うん、そんな感じかな。あ、愛中さん、若川さん、正義さんもありがとうございます、みんなありがとうございます、本当に。ナースとかって確かにね、ハロウィンとか。でもナースってさ、普通の日に来たら変かな、変だよね、なんかやっぱハロウィンだよね。確かにハロウィン時はさ何でもできるけど、なんかハロウィンじゃない時やったら変な人になりそう。なんか一人でやるの怖いよね。そう、一人でやるの恥ずかしい。だからあのいつもお願いして、ユナはなんかみんなでさ、なんかお揃いの方が好きだからさ、なんかもうほぼお揃いみたいになっちゃいました本当にチャイナいいよなって。いや、確かに、まあいい、可愛いですよね、チャイナも。青がいないのは18期でやるしかないで目指せていいんじゃない。あ、てっちゃんさん、受験さん、こんばんは、遊びに来たよって、あ、ありがとうございます。編み込み自分でやったの？そう、自分でやった。なんかね、私ヘアアレンジするの好きで、なんか中学校の時からよくやってたんですけど、小学校か、
編み込みで小学校で、そうバスケの時ずっと編み込みしてて、なのでもうすぐできますこれは。あこんばんは、あ横山子さんこんばんは。チャイナにしちゃいなって、それはもしかしてだけどあれですかね。ね着ようって、本当ですか、簡単ですよ私ヘアアレンジは得意なので。自分でできない、全然ですよ。バスケのコスプレって、確かにバスケがコスプレになっちゃうの怖い。ユニフォームなんて当たり前だったのに。器用だね。あーそうね、あのね聞いてほしいんですけど、なんか私鍵編みやりたいなと思って、そう何鍵編みしたしたくて、そう前やってたんですけど、そう材料買いに行きたくなっちゃった。鍵編みたいに、あーいつや、さっき言ってたやつ、そうさっき言ってたやつ、そうやりたい。鍵穴じゃない、鍵穴じゃない、鍵穴に聞こえる。鍵穴じゃないよ、どうぞ。鍵編み、鍵編みっていうのバスケットボール、鍵編みアズもね、そう楽しいよね。鍵穴もアズが得意だよつって、アズさ一回鍵穴めっちゃ面白い時あったよね、なんだったっけ、あ代わりだ、そう太田さんの代わりの時、あの時の鍵穴めっちゃ面白かったです。なんだったっけ、噛んだんだっけ、いやあのなんだっけな、間違えた、なんだっけ、めっちゃめっちゃおもろい、めっちゃおもろかったよね。めっちゃおもろかった。あの時あのスタンバイしてたのに笑っちゃって、もうそう、もうみんな笑ってたもん、先輩そうみんな急になんかもうアズがアズみたいなことしてて、いやマジでアズドタバタだって、で鍵穴来たばっかだったよね、ってえびっくり、え本当って思って、確かに分かりましたって思って、もうすぐだったよね、来て、マジですぐ公園、すぐ公園で鍵穴、あびっくりしちゃって、あ、あびましたって言って読んだら、もうめちゃくちゃめちゃくちゃ、うん、そうそうそう、なんだっけな、なんだっけ、なんかおもろい、あ、はじめましてと、おパンチプリンさん、はじめまして、確かに、え、10分もいなかったよね、マジでそう、本当に10分ぐらいか、でも超着替えて、え、みこさんも見たいなって、みこさんね、え、てか正月のやつもさ、みこさんだよね、見ましたか、皆さん見ましたか、編み込みで、え、ねえ、エルサみたいな、そう、エルサさ、好きでさ、あの、小学校の時、あの、おばあちゃんにエルサの髪型してもらってました。何笑ってん、何笑ってんすか、だから、思い出した。お詫び申し上げますって。そうだ、そう、なんか、なんだっけ、いつも普通は何なんだっけ、おば、あ、いやお詫びじゃない、お詫びじゃないんだよ、まずそれが、お見舞い、お見舞い申し上げますが、 お詫び申し上げますって言っちゃって、そうなんかあのめっちゃおもろいことになって、あずが災害を起こしたりしまったみたいななっちゃって、ふーってやったりしたら心が飛んじゃうとか、そういうそうあずがなんか油脂壊したら、あの土砂崩れになっちゃったみたいな感じになっちゃったんだよね、そういう感じに聞こえちゃって、お詫び申し上げたの、あずが自然災害にアズが悪いことしたみたいな、アズが自然災害を起こしてたの日は、スタッフさんも笑ってた、光当ててくれてるよ、そうあ、そうね、写真撮影の時さ、いなくなったよね、あれだるい感じと混じっちゃった、そうそうそう、だるい感じの時は一回吐ける、神みたい、なんか自然の神みたいになっちゃった確かに本当に面白いわ、最悪だった、そ そう、そう、ハゲ、そうそう、だからあの私がたまたまそっちも行った時も、え、先輩がさもう並んでたんだよね、そっちに、あ、そうそうそう、たまたま、しかも変な歩き方してなんかロボットみたいなそう、あの時もほんなんかロボットみたいな帰り方をしてて、なんか私がまずなんか普通に行こうとしたんですけど、そしたらなんかあずが逆方向にロボットみたいに行くから、なんかまず最初にびっくりして、何してんだろうって思っちゃって、すぐ捕まえて、笑ってたよね、ゆなたち、その後笑って、だいぶ笑っちゃって絶対に笑っちゃいけないのに笑ってしまいました。そう、捕獲したびっくりしてきて、多分あの時の私の顔やばいです、なんかだって
アソの方がやばい。アソうえってなる。そう。アソ。何で？アソないよ。そうアソないよ。そうそう。あ、タマさんありがとうございます。あ、カンスンホさんすごい。なんだろう。あ、何行かこれは。難しい。あ、アラジンの衣装。ジャスミン。ジャスミンも好き。あ、ヨシクマさんありがとうございます。ウンリュウさんもありがとうございます。あ、ハンペンクさんこんばんは。ユウスケさんもありがとうございます。あ、美女と野獣のベル。そう、あのなんか高校の文化祭でベルをやったんですけど、その時は着ましたドレス貸してくれる子がいて、そう貸してもらいました。ベル、そうなんですよ。あ、ゆうさんパパさんありがとうございます。あ、ワッカーさんありがとうございます。あ、ノアノアさんありがとうございます。ねえ、実写版本当にすごい。いや、計算してたらすごいですよ。絶対ないです。そう、こんばんは。ドラちゃんさんこんばんは。あ、パパまだって。パパ返信来た。え、パパ無理っぽいかも。え、悲しい。悲しい。あず帰れる？大丈夫？今日頑張る。頑張って、足生やして頑張る。足に力入れて帰ってね。あずちゃん天然で、え、天然ですよ。あず天然って。いや、え、なんか何だろう、天然の意味を知りたい。確かに天然って何ですかね。天然水天然水好きだよ。そういうとこで、あずそういうとこですよね。やっぱ天然って。あず言いますよ。チャリで迎えに行くって。チャリで迎えに来ても乗れないよね。そうそう、実覚ない人が。そう、え、あのつなぎ物の話していい？なんだっけそれ。なんだっけ、何それ。あずが初めて食べたやつでしょ。なんかあったっけ。いいよ。昨日は焼き鳥屋さんに行ったんですけど、ちょっといい、これね。そう、それで、そしたらなんか、そう、砂肝もコリコリしてて、それを平田さんが食べてて、そう、私も食べたんですよ。前一回食べたことあって。そう、なんかなんだろう、ちょっとタンに似てる感じがしたから、タンが好きで、そうだから食べたんですけど、で、ハズも食べたんだよね。そう、初めてだから初めて食べて、そう、私があげて食べたんですけど、なんか何の部位だろうみたいな話になったんだよね。そう、砂肝って何だろう。そう、砂肝って何なんだろうみたいな話になって、あずが砂肝のことを出来物って言ったんですよ。牛の出来物かと思った。胃の中にある出来物とかの方なんか形とコリコリ感がすごいそうだったの、うん、出来物だと思った。でもう私も愛さんもゆきさんももう笑いすぎちゃって、ね、めっちゃ笑われた。そりゃそうだよ、だってめっちゃ笑われた。笑いますよね、さすがに。これはほら、みんな笑ってるね。やばい、みんな星になっちゃってるけど大丈夫。コメントみんな星になって何言ってんの。何も見れない。お腹痛くなるの。え、そうだよね。もう私腹筋割れるかと思いました、笑いすぎて。もうお腹痛かったもん。そうなんですよね。確かにある意味希少部位って。確かにね。そう、だからめっちゃ貴重なものだと思ってた。砂肝も出来物ってなかなかさ、できる、やっぱ牛とできない牛とかいるのかなみたいな。だから貴重なものなんだ。やっぱいい焼肉屋だったから、焼き肉屋、焼き鳥屋だったから、そういうのもあるんだみたいな。ほら、天才だった。天
さい。ありがとうございます。発想力あります。ねえレアだよね。そう、笑い泣きしてました。しかも牛に牛じゃないよ、砂肝。あ、そうなの？豚なの？牛にないのでき、敵物じゃないんだ、まず。なんだっけ？え、違う違う。え、鳥なの？あ、鳥じゃない？鳥か、焼き鳥か、鳥か。鳥だ。そう。牛だって。あ、確かに。でも砂肝誰、誰なの？はじめまして。え、みかんちゃん、はじめましてじゃないよ。ね、鳥だよね。あ、鳥か。そうそう。面白いよね、本当に。ね、焼き鳥。そうそう、焼き鳥屋さん行ったから、そう、ちょっとね、変なコメント欄になっちゃったね。あ、今来た人、混乱してる。違います。そう、昨日、あの、先輩とか入って、時のお話ししてました。そうなんです。うん、そうそう。あ、はじめまして。え、はじめましてじゃないですよ。あ、佐藤さんありがとうございます。なに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 、すごい。え、わかった？言いたいこと。わかるよ。おーおーおお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 お何間違ってんのか分かんないから。ゆなが、ゆなが言う。ゆなが間違いを正してあげるね。やだ。ゆな頭いい感じで、あずバカって言われるのやだ。やだ。いや、あずはそういう時だけ。でもゆなはあずのおかげで頭いいんだよ。いや、そんなことないよ。分かってる。あずのおかげであなたは頭いい。とってなってるの分かってる。うん、そうだよ。アズのおかげだよ。そうそう、分かってる。すごいすごい。すごい、アズがすごい。あ、ウンリュウさんありがとうございます。え、いい子を見立ててよかった、ね。そうですよね。やっぱ。そうです。怖い怖い。いや、比較しなくても頭いいやろって言ってる。みんな重いじゃん、重いじゃん、重いよ、ね、重いじゃん、みんな重いじゃん、重いじゃん。あずが、ゆうながどれだけ勉強頑張ってるのか知らないんでしょ。だってあずだってさ、勉強だったらいいんだよ。じゃあ、あずは違うの、勉強。あ、でもなんかあれでしょ、やったら。そうだよ、だってあずさ、200人いる中の30何位とかになるんだよ、勉強だと。でテスト期間だとね。わかるわかるわかる。違うの、あれでしょ、やればできるの。うん、わかるわかる。そうなの。だからなんかその勉強とは違うんだよ。そう、でもだからそういうとこが天然なんだよ。なんでだから、え、天然ってわかん、そう、うん、でも天然はわかんないんだよ、自分だと。そういうこと。うん、なんでみんなそんなこと言うの。カンニングとか書いてあんねんけど。え、何カンニング。え、カンニングじゃない。なんでそんなこと言うの。そうそう、そういうことです、皆さん。あ、理系だった。うん、文系、理系でしたって。そうそう、近い。ね、みんながそういうこと言うからだよ。あ、どんどん近づいてきた。どんどん近づいてきました。テンションがおかしくなって。ねえ、ね、大丈夫。うん、大丈夫。え、嘘、立てる、立てない。あ、だよね。そうそう。え、アズの印象変わったって。なんで。でもアズよく頭良くなったってこと。アズが頭いじましたから。イエーイ。絶対違う。絶対違うよね。いつも通りだね。確かに、ずっとあず見てたらもう分かってるな。
くっそ追いかけたかと思った。確かにポジティブ、ポジティブ、確かにポジティブです、ポジティブ。そう、なん相談事はアズがいいです。みんな受け付けます。そう、あ、ミラーボーイありがとうございます。ジャージ神おいさんありがとうございます。そう、なんか困ったらあずかコヒナに聞きます。あ、ウンリュウさんもミラーボールありがとうございます。わあ、ありがとうございます。そう、優しいからあず。天然たい焼きって看板を見るとあずを思い出すらしいよ。そんななんの？普通にたい焼き屋さんなんじゃない？そういうお店あるんじゃない？わかんないけど面白い。そう、年長組、確かに確かに。でも今同い年なんですよ、あずと。今だけね、3ヶ月だけね。今同い年、ちょっとだけね。ってことは一生同い年です。まあすぐ年上になっちゃうけどね、ごめんね。でも生きてんかい。そうそうそう、話聞いてくれます。そうね、あ、アイチェルさんありがとうございます。あ、マークさんありがとうございます。そう、え、鳥年、そう、鳥年ですよ私。え、何？何？え、あ、鳥年か。鳥、同い年。同じです、ほら、同い年です。鳥、同い年なんですよ。チラって。ありがとうございます。稲の鍵穴聞いたことないなって。確かに私鍵穴レアですね、多分。生誕祭と一番最初の公演と、あともう一回どこかでやったかやってないかぐらい。この間2回目だった。あ、じゃあみんなそれぐらいなのかな、うん、あ、クロロルシルフルさんありがとうございます。あ、イエタコさん、シルちゃんさんありがとうございます。アズを敬ってくださいって言ってる。アズ敬って敬って。いや、今度から乾杯はもう稲が土下座しながらするわ。そして、うん。ね、おかしいおかしい、キモくない？おかしいよね。そう、鍵穴噛まない。そうなんですよ、私得意なんですよ。噛むときはあるとは思うんですけど、でも1回目は大丈夫だったの本当に。でもあの時は普通に間違えたんだよね、噛んだんじゃなくて。あ、そう、間違えちゃった。そういうことだよね。なんかうねうねしてる、変な人がいます、ここに。見ないでください。どんどん骨なくなっていくはず。隠します。あ、ミラボーライ、あ、グロロレシルフルさんありがとうございます。あ、和田さん、あ、ヨシーさんありがとうございます。結構気持ち悪くて。何が結構気持ち悪かった。これ、うん、あのモザイク、モザイクウェーブみたいなの やってたんだけどさ、忘れちゃったもん。あ、初見さん来たよって。あ、ありがとうございます。あ、ジムジムさんありがとうございます。うちさんもありがとうございます。あ、お疲れ様です。ソイの人、りょうさんありがとうございます。こんばんは。ゲゲ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 ゲ
ありがとうございます。確かにうねうねは夢見、確かにね、そうです。軟体動物、今日は幸せな夜やって、おお、タコニさん、わーい初見のゆいちさんいるって、嘘嘘ゆいちだ、え、本当に、また本当に、あ、ぶんくんさんありがとうございます。翔平さんこんばんは、りょうたさんこんばんは。アップトゥボーイ、そうですよ、皆さんチェックしてくださいましたか、ちょっとちょっとねチェックしてくれましたか。明日なんですよ、ぜひね、まだ見てない方見てみてください。シチューは好き、好きです。そうそう、山内さんもさ、そうなんですよ、連載、山内さんはすごい
れ様ですってキングロー、あれ下行っちゃ早いなキングロヒムさんありがとうございます。いいちゃんおねんねの時間かな、確かに9時だ。シチューはホワイトビーフ、どっちも好き。日による、でもホワイトの方が多いかな。ビーフも好き。でも雪で寒いよ。雪好きです。雪好き、大好き。あ、足踏まれました。あ、18カメオさんありがとうございます。あ、かえちゃんありがとう。お、イベント資料が来た。ああ。え、これって言われてるっけ？言われてる。あ、言われてる。ライジン。ライジンのイベント。半分。じゃあ反応しよう。おお、あ、別にそんなあれだった。え、見た？うん。あ。ああ。ちょっと見して。おお。いい見て。うん。ちょっと見ます、ね。あ、よしゆみさんありがとうございます。おおおおおだよね。おおだよ。確かにね。おお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 だね。え、それももう出てんの？出てるね。え、本当だ。おおおお。ああ。あ、これいいね。ね、いいね。うちらだ。一緒。あ。え、すごい、そんな見方なんだ、知らなかったはず。これ、こうなんかこれ見る。でも出てこない。バグってる。バグってる。バグってる。バグった。あ、確かにそっち見れるのかな。あ、見れないかも。これは見れない。見れない。これか。それもなんかその防線？うん。あ、そっちじゃない。やばい。あ、そうそう、それ押したら。今どこまで行った？これか。見れる。でも電波が悪いのかな、ここは。そうかもしれない。あ、踊れない松也さん、水のクマさんありがとうございます。いや、このクマさんさ、本当に可愛くないですか。めっちゃ可愛いんですけど。雪のクマさん可愛い、ありがとうございます。あ、日向さんありがとうございます。和田さんもありがとうございます。確かに、あと1時間で10時、確かにね。あず2時間いるってこと。あず2時間いるよ。やば。あ、ロボーナさんプレゼントありがとうございます。あ、クリスチャン台湾さん、これありがとうございます。ね、あ、今月限定のギフトなんですね。めっちゃ可愛い、びっくりした。そう、なんか冬が好きなのも、あの冬ってなんか結構水色とかのイメージあるじゃないですか、雪とかで。あと寒いのもなんかイメージ的に結構寒色なので、寒色のイメージだから青系じゃないですか。だから冬が好きなんですよ。そうそう、そう、1時間切りました、もうびっくりです。あ、20回行かないとありがとうございます。あ、たといさんありがとうございます。そう、え、寒色のイメージじゃないですか皆さん。そう、冬の雰囲気っていいですよね。そう、イルミネーションも大好きだから、やっぱキラキラしてると嬉しい。あ、かえちゃんプレゼントありがとうございます。あ、みかんちゃんもプレゼントありがとうございます。え、雪の上で寝たことあるよって、いいな。そう、冬の空も綺麗。そう、空も好き。空も絶対見ます。あ、よろよろよろてけてけラビッツさんありがとうございます。しゅけんさん、あ、なおちんさんありがとうございます。けんたまさんありがとうございます。最強スマイルか暖色かと思ってた。最強スマイルって暖色なんだ。そう、18期でプレゼント交換するんでしょ。まだ買ってない。そう、前にね、買おうと思ったんですけど、いいの、あ、いい、かわいいと思ったんですけど、なんかやっぱちょっと違うなと思ってやめちゃった。そう、あ、あいちゅうさんありがとうございます。あ、カンカンさんありがとうございます。プレゼントありがとうございます。あ、いちゅうさんもハートいっぱいありがとうございます。あ、たかっちさん、ありがとうございます。あ、えいちゃさんもありがとうございます。そばかすの傷
夏の懐かしい、懐かしい、日焼けがそばかすになるように見つめ合って、なんか自然に唇から唇へと愛が伝わった、夏のキスは。あ、雲龍さん、あ、ミラーボールありがとうございます。多分歌ってたからだ。ありがとうございます。あ、ひよこ豆さんも、福清さんもありがとうございます。あ、カメさんありがとうございます。え、AKB で一番好きな曲って、へぇ、さゆ、あの回るのが好き、足タッチして、何が？これが好きってこと？そうそうそう、そばかすのキスが好き。あ、そう、それが好き。回るところ。あ、だてメガネさん、クマさんありがとうございます。かわいい。あ、水色のリップないです。水色のリップ、そう、水色のリップの話したの。あ、だてメガネさん、イダッチさんありがとうございます。自力ですか今日は？そうです、自力です。自力で帰る、うん、ね、充電化してる。あっ、8パン。あ、いいよいいよ、すごい。水色のクマ2回だからタワーだって。だてメガネさんありがとうございます。ね、クマタワーあ、いちるさん、あ、ウンリュウさんありがとうございます。あ、カンカンさんもありがとうございます。ゆきゆき、ほんまにありがとうな。どこの方ですかね。ありがとうな。キスマンはいつか捕まるのか、どういうことだ。あ、シルちゃんさん、またありがとうございます。あ、さくらさんありがとうございます。お、盛り上がり上がります。はい、ありがとうございます。皆さん、あ、カンカンさんも雪いっぱい降らしてくれてありがとうございます。ちよさんありがとうございます。ともあきさんありがとうございます。ありがとうございます。明日仕事耐えたら、明後日かな。かえちゃん頑張って、仕事頑張ってください。あ、しのぶさんありがとうございます。あ、きのさんありがとうございます。あ、奈良さんもありがとうございます。あ、うんりゅうさん、くまさんありがとうございます。手だけが、あ、ヨッシーさん、ミラボールありがとうございます。あ、ヤチカミラさんありがとうございます。これはおもろい。何これ、びっくり、すごね、すごい。急に開いたらこれ、おもろかった。確かにおもろかった。ちょっとあのね、いや、おもろい。いや、おもろいね。確かに。いたのすごいね、ここに。あ、カンカンさん、ゴンさんありがとうございます。アンリアさんもありがとうございます。お疲れ様です、お疲れ様です。すごい、いっぱい雪降らしてくださってありがとうございます。見せてって、あ、でもなんか見ればわかるかもね、何に反応してたのか。もしかしたらちょっと18期の誰かの何かを見たらわかると思います。あ、たくさんありがとうございます。あ、運動会見終わったって。え、でも運動会、あ、そっか、遅れてみたのかな。ねえ、そう、予選の最後10万、びっくり、びっくりです。10万、10万ですね、びっくりです。カッツさん、あ、いや、ギフト、あ、その分ありがとうございます、ありがとう。あ、みっちゃんさんありがとうございます。お、3日間立て続けて会えるの、みっちゃんさん会えるんですか、よかった、嬉しい。あ、しゅうみさんありがとうございます。あ、としきさんありがとうございます。
あ、終わったら録画したネモスメイクの、ぜひ見てください。ちょっとネタバレしちゃってごめんなさいね。見てください皆さん。そう、最後本当になんか私たちもテンション高かったし、なんかこう日向ねイベント優勝したら、イベント優勝したらあのランウェイだったと思います。ランウェイ TDC やよーやあれ、そうだったっけ TDC やばいですね。東京ガールズコレクションそんな、それは本当にすごい。あ、やおよろつさんありがとうございます。あ、かえちゃん、あ、サンタさんだ、かわいい、ありがとうございます。あ、先発よりおめでとうで、ありがとうございます。としきさんありがとうございます。そう、雑誌は2人とも、あれゆいもだよね、うん、3人です。3人みんなで、うん、そうそう、みんな、みんなっていうかみんなで見ます。あ、そうか、レギュラーモデルのやつもあるんですね。そうなんですよ、あるんですよ。キンさんありがとうございます。あ、コンジさんありがとうございます。あ、ドシキさんすごい音符いっぱいありがとうございます。あ、なんたろさん、サガちゃん串から行くので、お、一公演、そうなんだ、じゃあアズと同い年だ。アズと同い年、うん、お、すごい合ってますね。さっき私たちがピーちゃんさん誰だった、うん、あ、ピーちゃんさんだ、うん、正解です。正解、そう、でもびっくりした、ストーリー見てびっくりしてました。ラムネ食べてます。うまい、美味しい。これね、なんかみんな食べてるよ、なんか。夢見食べてる。それで、あ、そうそう、夢見にね、いっぱいもらって美味しかったからラムネ買いました。大きいよね。美味しい。次の握手会買いますの、おすすめの日は、今は、でも今は、おすすめ？なんか多分のっけたかな。まあ全部おすすめ。タイもおすすめだし、やっぱコスプレとかなんかいろんな、よく最初はなんかシングルイメージのやつにするので、ちょっと可愛いのでするので、皆さんぜひ見てください。お、従業員さんこんばんは。こうやってやろうとしたのに買いに来ました。タツドシまだだよ。タツドシ次ね、次リュウってやっぱ3本で。ハッシーさんありがとうございます。タツドシ今なんだ、今朝来たピョン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 食われました。見えなくても主張が強いって。あ、クリスチャン太郎さんありがとうございます。あ、アミさんありがとうございます。あ、すごい、シンさんありがとうございます。演出ありがとうございます。初見です。のりさんありがとうございます。えと全部言えるって。えと全部言える。目を下ろして伸ばしてサートリーにいい。はい。あ、明日3時半起きなのでお先に寝ます。お疲れ様です。おやすみなさい。あ、3月2日と5月26日確保したね。おー、ありがとうございます。あ、まだ10月のサインが届いてない。嘘、頑張って書いたので。こんにちは、あなたとしてもとても美しいです。ありがとうございます。こんばんはって、花火月さんこんばんは。ケンジさん、明日どうしたんですか。これかい、お互い忙しくなるとこの組み合わせは貴重になるんだろうなって。そんなことないよね、同じだよ。絶対遊びに行くよね。行く、イエーイ。
でも一緒になる率高そう、普通にこれからもっと。確かに、ね、え、いっぱい写真撮れるね。そうだよ、いろんなとこ行くのも一緒だし。そうだよ、楽しみだな。朝の写真でいっぱいになるかもしれない。初めておしゃべり会撮れました。おしゃべり会、かわいい、かわいい、おしゃべり会、おしゃべり会、おしゃべり会、ありがとうございます。おしゃべり会楽しみ。おしゃべり会、そう、選抜で一緒だから。そう、わーい、ねえ、楽しみです。ねえ、楽しみだよね、ゆなたち。まだわかんないよね、もう。ね、でもずっと話しに楽しみてる。そう、ずっと、ずっと言ってる。え、クマタワー来てるって、うそー。クマタワー、ありがとうございます。さかのぼります。あ、カンカンさん、クマタワーありがとうございます。もやもありがとうございます。お話しかもいつもありがとうございます。熊本、え、熊本行ったことないです。あ、メール取らなかった。ありがとうございます。ねえ、衣装もすごい気になる。気になるよね。気になるね。衣装も楽しみだった ね、全部自分の名前になるんだよ、キャー。18金賞でも嬉しいのに。ね、ね、嬉しい、本当に。衣装やばいよね。ね、やばいよね。楽しみで仕方ない ね、本当に未来が楽しい。未来が楽しい、未来が楽しい。早く未来来ないかな。ね、本当に。そう、衣装に名前が入る。そうなんですよ。あ、みっちゃんさん、ひごさん、ありがとうございます。うん、むんじゅうさん、ありがとうございます。あ、ジミーさん、ありがとうございます。そう、本当に楽しみ。ドラえもん急に。ね、テレビもね、本当にすごい。あ、たくさんありがとうございます。そう、来年は本当にいいことばっかりです。あ、ヒューガさん、ね、2020年、本当にもう今からね、本当に17年在籍してたって、本当にすごい。1年、私が1歳の時からってことですよね。だって本当にすごい尊敬です。だってさ、いまだにさ、 MV とかも見るじゃないですか、普通にあのフェスでやったりとかする曲とか、あの前とか、それこそなんだろう、カチューシャとかさ、エブリデイ、エブリデイカチューシャ一緒だ、ポニッシュとかクラゲとかも MV 見るじゃないですか。すごいですよね。普通に考えた、さっきもなんかの MV 見てて、なんかすごい、なんか不思議な気持ちになりました。そうそう、劇場の方が私より年上なんですよ。びっくり。あ、あゆちるさん、ありがとうございます。あ、しだしださん、こんばんは。ね、本当にすごいです、尊敬。卒業シングル、初めての選抜が卒業シングルっていうのが本当に嬉しいです。ね、本当に本当に本当にすごいね。びっくりびっくりです。すごいよ。24日行きまするって。あ、藤木さん、ありがとうございます。あずさんは何をしてるのかなって。あ、こんな、ちょっと眠くなってきた。全然ぼーっとしてる。本当にずっとちっちゃい。でしょ。うん、あ、まさよしさん、ありがとうございます。
すごい、確かに初芋とクリーム確かにすごいね。あ、かいちゃん星ありがとうございます。えだちさんもハートありがとうございます。そのまま寝ちゃえばって。ね、眠くないよ、眠くないって。ちょっと靴脱げちゃった。靴は置きたい。はい、危ないね。あ、時刻の神話さんありがとうございます。あ、そこで見つけちゃった。こんばんは。あ、クラさんこんばんは。こんばんは皆さん。あ、踊れない松屋さんありがとうございます。ゆきゆきありがとうございます。確かに夜型、うん、夜型だよねみんな、うん。朝方の方がすごい。あ、いや、くらさん、くまたありがとうございます。くまたー嬉しいです、ありがとうございます。くまクリスマスのやつもありがとうございます。プレジョンさんありがとうございます。あ、なっちゃん、ゆきありがとうございます。手で犬作ってな、どういうことだ。見やるんだよ。手で犬つか、あ、そういうこと。あの影みたいな。あ、トーマ来たよ。え、あ、コージさんハートありがとうございます。あ、カメさんタワーありがとうございます。わー、すごい、これクリスマスのタワーなんですね。すごい可愛いよね。可愛いね。クリスマスって本当にいいね。マジでいいんだよ。マジで終わってほしくないの。本当に永遠と終わってほしくない。永遠とキラキラであってほしい。わかる。え、なんかさ、イルミネーションってさ、夜だと絶対光るじゃん。そう、だからさ、冬限定にしないでさ、夏もイルミネーションしてほしいよね。本当に。あ、こんばんは。あ、コウジさんこんばんは。あ、アオさんこんばんは。あ、大丸東京さんのグッズ、あの写真ね、可愛いのでぜひ見てください。そう、あの最強ツインテールの衣装でまたイラスト描いていただけて、踊ったなんで二つに結んだの。そう、男たちは最初さ違ったんだよね、あの選抜。そう、最初なんか違うので来てて、私何の曲忘れちゃったんですけど、え、むしろ私言うながらベンドフィールとかだった気がする。なんかどっかが入れ替わって私が最強ツインテールになったんですよ。あ、そうなんだ、知らなかった。そう、チアラベンダーだった。あ、じゃあ違う曲かも。あの時何やったっけ。わかんない。何やった。好きだ好きだ好きだ。あ、それだ、それかな。好きだずっと言いたかった。好きだ泥の真ん中で叫ぶ好きだ。あ、たくさんありがとうございます。イナーザ年中キラキラ輝いてるって。キラ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 ツインテール見れる機会ありますか。オンラインの多分一番最初のオンラインでする予定なので見てください。高いよ。高いです。これぐらい。うん、だよね。うん、あ、かいちゃんくまありがとうございます。上できるけど別に。ちょっと無理、ちょっと無理。あ、そうやろうよ。ちょっと無理、だいぶ無理。だいぶ無理。髪だけ見えてる。すごい、チャッキーちゃんみたいな。チャッキーちゃんになって。チャッキーちゃん、チャッキーちゃん。あそこ自分でやったら高めじゃないのって。こういうこと。でもさ、可愛くできるならいいけどさ、なんかすごいことになりそう。どうなんだろう。収まればいいけど、でもなんかこれぐらいがギリじゃない？そうね。ギリギリ。これぐらいだったら、うん。高い。そう、そうやるのでぜひ。そう、髪型もぜひリクエストしてください。そう、オンライン、そうオンラインの時に やります。縮小しました最悪。やだやだ。あず、それいけるってよ。いけない、いける。
うん、え、生きてて生きてた。じゃあユナも行こう。これうん、じゃあなるかもしれない、かもしれない。ツインテール日なんてないよね。ツインテールの日って22222ってこと？わかんない。ツインテールの日ってあるんだ。あるらしい。でもさ、なんか毎日なんかの日ってあってすごくない？え、そう、すごいよね。すごいなって思う。ちゃんと調べたの。ありがとう。今日何の日でしょう？あ、調べてください。調べてください。ね、充電してるのに充電減ってくんだけど、どういうことだ。嘘、さっき 8% だったのに 5% になった。嘘、まずいつもさ充電ギリギリで生きてる。でもこれ充電めっちゃ早いやつだよ、 iPad のやつだから。あ、オンラインも行くね。 ありがとうございます。で、ツインテール公演先輩やってますね。いつだっけ、今日昨日ハーフツインテールやってらっしゃいましたね。2月2日だってツインテールは。今日はバスケットボールの日。嘘、なんで？本当だ。え、バスケットボールの日だよ。なんで？バスケットボールの日。うん。うん。ぐらいしかよくわかんない。なんでですか？今日何日だっけ？21日？すごい、なんだろう。なんかあんのかな？あ、こんばん、マルスさんこんばんは。あ、半額 T シャツ。あ、わかりました。ありがとうございます。あ、よしくんさんありがとうございます。ハーフツインみたいです。あ、ビジュアルよ。今日はちょっと無理だった。マルちゃんだ。笹山さんかわいい。笹山さん。笹山さんビジュ良いんですよ。ビジュ強い。かわいいね。かわいい。ツインってこんな？こんな感じ、ま、わかんないよね、こう前から見たらハーフツインって。そうないよね、オンラインだとわかんなそう。確かに、ツインはわかるよね。ツインはわかる。こんばんは、あ、アイチェルさんありがとうございます。あ、いいねでありがとうございます。こんばんは、X メンさん、こんばんは。野口さんはってキッ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 ってあ、イベント頑張ってね。あ、ありがとうございます。あ、富士京さん、星ありがとうございます。あ、山ちゃんさんもありがとうございます。リンクちょうだい。リンクして。無理。できない人？できない。そうなの？嘘。できる？嘘。嘘。これはユナに頼んでる。あ、やってた。あんた、あ、一緒の？うん、と。あ、早。仕事早。さすが最強スマイルユナちゃん。あ、フォトシックさん、星ありがとうございます。確かにいろんな髪型見れる。本当にそれも楽しみなの。そうなの。楽しみ。楽しみです。あ、ウェンディさんプレゼントありがとうございます。あ、おさんさんありがとうございます。よろよろテケテケラビッツさんありがとうございます。仕事早バラって。あ、軍事サンタにお願いした。何お願いした？私はアイスクリームお願いしました。来た？え？来た。でもさ、なんかあれ以降さ、めっちゃいろんなさ。プリンとかさ、なんかいっぱいもらえる。いや、あれは差し入れ。そうそうそう、ああいうのいっぱい来るんだけど。あれはたまたま？あ、そうなの。あ、なんか毎回あるんだけど、まずの時。この間も、うん、めっちゃ美味しいスナックみたいな。そうだ、それ。クランチみたいな。なんて言うんだっけ。あ、ラスク。あ、そう、いたよね、てか。いたいた。ラスクもらったね。なんかいっぱいそういうの。いただいた。確かに。幸せ。あ、ワッカーさんありがとうございます。カフさんありがとうございます。そう、スイーツ系のクリスマスだからかな。はじめましてって、はじめまして。お、字切れて、ありがとうございます。あ、ワッカーさんありがとうございます。またまた、すごい、ここにサンタさんのお願いを書いてますけど、私はサンタさんじゃないのでプレゼントはあげられません。24日はサンタさんだけど、ちょっとダメです。あ、確かに、あずリレーの時ユナから、あず、確かにバトンユナからだった、ね、あ、もらった。そうです、もらった。あ、遊びに来てて、あ、ありがとうございます。ありがとうございます。お、あずちゃんの笑顔が最高のプレゼントですって、ピンキーヒップさん、ありがとうございます。目だけ笑ってる、目だけ笑ってる。あ、こんばんはって、あ、お話が行きますねって、ありがとうございます。あ、ヨッシーさんありがとうございます。アイチューさんもありがとうございます。
サンタさんからプレゼントもらえるの、いやどうだろう、いつまでもらえるかな。いつまでももらっちゃいます、サンタさんに。サンタさんにお願いすればもらえます。もうあと30分だって、すごいね。どうした、 12% になった、早いでしょ、でしょ、これ早いんだよ、すごい。目だけはやめて。何食べてんの、龍角さん、龍角、あ、噛んでんのか。お年玉もらえる、え、もらえますよ、もらいます、おねだりします。で、ね、お年玉でやりくりしてた人だからね、大事だよね。そうそう、千葉県は雪、雪降る年もあれば本当に一回も降らない年もありますね。そう、10時まで配信、そうなんですよ。あさって握手会初めてなんですか、名札をつけた方がいいですかって。どうだろう、でもつけてくれる方が嬉しい時はありますね。なんか伝えてくれると嬉しい。なんかお名前を教えてほしいんですけど、聞けないで終わっちゃう時があるから。そう、あ、こんばんは、あ、中村さんこんばんは。キュビハート、え、あずハート作ってた、うん、あれ。初めましてって、嘘じゃん、初めましてじゃないですよ。あ、23日はじめ楽しみって、おー、ラトさんありがとうございます、ね、すぐに終えてくれるってね。伊達メガネさんいつも漫画の話をしますね、一緒に。あ、食器洗いくださいまって、シルちゃんさんお帰りなさい。あ、名札つけていくねって、あ、みっちゃんさんありがとうございます。でもみっちゃんさんわかるよ。え、かえちゃんもダメだ。確かに、かえちゃんいつも私の写真を持ってきてくれたりとかする。あ、ミラーボールありがとうございます。あ、ヒューガさん推しありがとうございます。あ、つっくんありがとう。あ、クリスマスコイン、あ、大輝さんありがとうございます。嬉しい、クリスマスコイン、ね、クリスマスコインってすごいね。確かに1日しかないのに、その日が研究生コインの、しかも18期なの、すごいよね。すごい嬉しい、嬉しい。すごい、あずちゃん帰り大丈夫って言われてる。頑張る、頑張って帰ってね、うん、ちゃんと歩いてね、頑張る、うん。あ、20回行くって、あ、よしくんさんありがとうございます。あ、ゆずるさんありがとうございます。あ、ぼっちっちさん、ありが、ぼっちっちさんか、ありがとうございます。プレジアさんもプレゼントありがとうございます。すごい、今ねクリスマスの期間だから上がすごいツリーみたいな感じになってるのかな、すごい。あ、ゆきさんありがとうございます。自宅の名札つけていこうかな、自作の名札、楽しみ楽しみ。え、見てよかったで、ね、あ、KL さんありがとうございます。愛か、 KI さんありがとうございます。 KI さんありがとうございます。ゆういちれんからこっそり覗いてます。あ、刈り上げくん、確かにいつもなんか私とゆういちの浴衣の写真のね、うちわとか持ってきてくれて嬉しいです、ありがとうございます。あ、ローズおじさんさん、おー、25日公演外れたで、あ、なおみちゃんプレゼントありがとうございます。あ、たこさん、たくさんありがとうございます。あ、クリスマス公演をモチベに仕事頑張りますって、頑張ってください、仕事、お仕事頑張ってください。そっか、いや、あと一般枠だけなんですね。あ、遊びに来たよって、ありがとうございます。あ、星ありがとうございます。あ、吉海さん、ハイズさんありがとうございます。タトシックスさんもありがとうございます。確かに3日連続本当に嬉しい、3日3日
あ、おいちるさん本当ありがとうございます。ベリーフットコーン、おまじないなんの確かにイブもクリスマスに会えるってすごい。確かにすごいね、イブもクリスマスもだ。わお急に出ましたちょっとお迎えに来てもらえる。え、本当に記憶が、あの何なんかそういう系のラインが来たから今ハッピー、出る音、ハッピーハッピー、パパパパハッピーハッピー、うん、お兄ちゃん、うん、優しい、ハッピーハッピーかわいい、ハッピー、お兄ちゃんにちゃんと感謝しな。感謝来たよ。お、行けなくはないけど、待って、優しい、やった、お兄ちゃん優しいね、ほんとよかったね、お兄ちゃんいて、やったディズニーお土産あげよう、かわいい、え、てかなんかアズが妹してるのかわいい、何もしてないよアズ、かわいいよね、アズに優しいね。あ、電話来た、出てきて、わかったうんって言ってる、かわいい。なんか私兄弟、私あの一番上だからさ、そう、私はいとこのお兄ちゃんとお姉ちゃんがいるんですけど、そう、優しいですよ。入った時も LINE くれたし、前も一緒にねお出かけしたり遊んだりとかして、そういるって言われて、そう来てくれたんですよ。ドーナツ買ってきてくれました。その時ピカチュウのドーナツ食べました本当に楽しかった。何人兄弟、私4人、お、え、お疲れ、お疲れ、どうだった、え、無理、え、難しかった、難しいよ、え、どこまで覚えた、でも一応覚えた、覚えた、一応で、あのね、ちなみに爆音で聞こえてた、ガチで、うん、入ってないでしょ、え、いや、聞こえてるあ、そう、カズミン来た、あ、最後の一個だ、お疲れ、カズミン、カズミン、いいよ、食べて、いやだ、頑張ったから食べて、え、いや、なんで、あ、もうさ、それ捨てたい、はい、え、食べたの全部、食べてる、え、ずっと食べてるよね、今お菓子パーティーみたいになってるから、そう、お菓子パーティーになっちゃったこれもこれも、にぎやか、お疲れちゃんって、お疲れ、おじかれ、おじみ、おじかれ、もう髪の毛もうさぼこれ何、これ、欲しいもん、欲しいよ、え、嫌だ、え、嫌だって言わないで、なんか干したやつ嫌い、私、なんで、え、干したやつ、なんで干すのって思う、結構柔らかいの、おいしいよ、甘いなくてもいいやん、なんでやねん、焼いた方がいいよ、なんやねん、なんで干すんって感じじゃない、どっちも好きだから、そんなこと言わんでええねん、干さなくてよくないですか、うん、ほやな、投票しよう、投票、ほやな、すぐ投票、投票やってみたい、これ投票やってみたい、これどうやってやんの、干さないか、やったことない、干すか、干すか、干さないかね、投票になっちゃったじゃあ1番が干すで2番が干さない、くだんない、世界一くだんない投票かも、誰もやってくれない、やめた方がよくない、うん、投票終了しよう、どうやってすんの、え、わかんないな、これも投票するようになったわ、なったわ、うん、投票結果ゼロだよ、ほんとだ、みんな投票してくれなかった、すみません、急にびっくりしちゃって、急にごめんなさい、みんな投票してくれなかった、ちょっと興味津々にメガネのカズミンが片目見えてんのおもろい投票開始してしまいました、すみません、メガネ自分とこでやりなさいって言われた、ウィーウィーウィー、え、みんなさ、うん、最近ハマってること何、ハマってること、うん、MC の癖が出てる、いや聞きたい、最近ハマってること、最近のハマりみたいな、最近のハマり、みんな聞きたいですよね、イエーイ、ほらね、最近のハマり何してるかな、いな、何してる？え、最近？忙しい、最近やっぱり。え、確かに、でもなんかあのなんか忙しいっていうか、なんかずっとなんかレッスンの映像とか見てる。偉くね？偉いね。偉いね。うん。アズは？アズ？あ、アズはお菓子食べて。あいちるさんありがとうございます。何を起こしたの？あの
欲しいものあるんですよ。ディズニーのお菓子ばっか食べてる。え、最高やん。よくないんだよね。ね、ハッピーセットさ、今回の第一弾一回もでゲットできなかった。ね、ハッピーセットね。待って食べ、え、もうない？もうないよ。もう販売。今第二弾。第二弾、明日から第二弾。まあやばい。でもあれ第二弾の後、第一弾プラス第二弾。でもあれ余ったやつが出るらしいよ。え、そうなの？でも余ったやつだったらミックスじゃん。余って余らないじゃんだって。なんで余、あ、そういうこと？第一弾が？あ、そういうこと？じゃ余ってないからダメってこと？そうそうそう。だって売り切れてるもん。え、第2弾も行きたいね。え、明日から第2弾だよ。弾絶対早くしないと。明日行く？え、明日ってさ、明日ってさ、あ、そっか。明日はダメだ。明日ってどうだ？え、絶対さ、もう早く行かないとさ。そっちは最初。確かに、そっちあるじゃん。行ける？ん？あるじゃん。何が？あれが。あるある。あるでしょ？何時から？お昼？お昼、うん、お昼の後か。あ、そうなん。うん、あ、こんばんはって、こんばんは。行きたい、ハッピーセット。ハッピーセット。あの、キティちゃんが欲しいっていう話です。欲しくないって言ってキティちゃん2個出たんですよ。でもさ、ね、あの、愛着湧いたよね。愛着湧いたけど、ね、マジで。あれ日焼けだったっけ？そう、サマーキティ、2人とも黒いキティやった。そうそうそう。なんかもう面白すぎて。嬉しくないかもみたいな言ってたよね。なんか最初から言ってたよね。ね、言ってた、聞いた。これだけちょっと様子おかしいよねって話してて、なんかなんかこれあれ、ね、なんか目立ってる子いるなって思ったら、ね、なんか性質違うよね。でもなんか性質違ったよね、一人だけ。違ったよね。そう、相手がいた。そう、え、マジで、だって黒、だってお揃いだよ。すごいよね。黒キティプラス虹色の服だよ。あれは可愛かった、このやつは。あ、そうそう、可愛いでしょ。あれ可愛かった。虹色可愛くなかった？虹色可愛いよ。バレエ出たんですよ、私の一押し。え、第一弾の一押し。え、いる？え、大丈夫。なんか持ってないの。え、持ってないの。そう、そもそもね。いや、余裕。いやさ、そんなさ、急にさ、売り切れることないと思ってたからさ。そう、25分の1で2人で買ったんで、50分の2の確率で出たんですよ。それ結局25分の1じゃん。確かに。それはそう。それはそう。うん、半分ってこと。うん、キティちゃん50歳なんだって。かわいいね。すごい。そう、今夜ご飯、私の夜ご飯はラムネと干し芋です。嘘でしょ。ん、ダイエット？だってここにこれしかないもん。え、帰って食べないの？だって家に着いたら遅い。食べていいじゃん。あ、ちょっと絶対食べてる。美味しそうなのがあったら食べる。私今日の昼ご飯はハンバーグ。あ、ロンリーボーイさん遊びに来て。お、ハンバーグ、うん、いいな。いいっしょ。うん、え、かすみ、おそれ何着る？え、それなえ、それなって言ってる。え、それな、いつするんだっけ。28か。28、何かやったものある？えー、そう、ゆなちゃんとお揃いすることにしました。そうです。あの、かすみが前回の時に、え、かすみもしたかったって言ってて、私が誘おうとしてた。で、それで、あ、この日にち空いてるからかすみに言おうと思ったら、かすみから LINE 来ました。ゆなちゃん、ゆなかすでしてほしいっていうね、うん、意見がめっちゃあった。そう、さっきね、その話したら、うん、なんかわーいって言ってる人いた。夜中数待ってます。うん、ほら、なっちゃんが待ってたって。ありがとう、なっちゃん。お、何がいいかね。え、それな、何がいいかね。え、今本当に恐れする人は、うん、恐れする人いる？あ、コーヒーか。コーヒーと夢見。うん、気まずいからやめて。え、まず誰かとそれすんの？しない。え、しないの？うん、じゃあ、あずもする？あずもしないよ、誰かと。でも待って、あ、最悪。え、そうじゃん、今週は握手会じゃん。そうだよ、びっくり。え、サンタになります？みんな、なる、なる、なる。お借りする？かわいいやつ、赤の。うん、いや、だいたい赤やん。あ、え、え、青。え、青色のサンタって何？いや、青なの。青色のサンタとか嫌ですよね。嫌って言わない。青色のサンタ、そんな人いたら私着れなくなっちゃう。青色のサンタとか嫌ですよね、皆さん。え、青で笑われてる。青笑ってきてる。
可愛いって。いやさっき青の話したのに。青さんと新鮮でええやん。でもわらわら入ってる。いや、みんな笑わないで。青サンタに会うの楽しみだよ。びっくりマーク。緑のサンタさんは、うん、青可愛いよ。青好きだよ。青サンタ可愛い。青色最高。めっちゃ読んでくれるやん。青好きだよ。青サンタでええやん。青でもいいぞ。あ、ひどい。ひどい。ドラえもんって2号もいる。ドラえもんじゃない。え、青のサンタ超楽しみだったのに。え、かいちゃん好きよ。ありがとう。ブラックサンタ、うん、青は初めて、むしろ楽しみ。え、アズは普通なんか、え、優しい。サンタ青じゃなかったっけ。え、青の普通のやつ。ん、青のサンタとかあるんだね。うん、いや、写真見せますよ。あ、でも、え、23は普通の格好。あとにしよう。うん、あ、そうなんや。23は可愛げのなんかちょっとキラキラして水色のやつ。水色です。あ、2日とも青になっちゃった。青が好きなのバレちゃう。うん、そうだよ、大好きだよ。すごいね。絶対青がいい。ほら、むしろ見たいって。青サンタ確かに珍しいね。うん、見せてあげるよ後で。いや、当日見るわ。うん、プレジオさんありがとうございます。うん、その次はあれでしょ、うん、公園で、公園の次がインパチルーム、うん、やばいね。え、そうじゃん、インパチもじゃん。そうだよ。うん、絶対一緒。あれ、イパチ全員だよ、全員。あ、全員か、全員か。え、じゃあ犬たちさ毎日会うんだ。そうだよ。だってその後もさレッスンで結構会うよね。会う。あら、びっくりだね。びっくり。え、これなんだっけ、これなんだっけ。ちっちゃくない？めっちゃ可愛いよ。え、な、何何何色、何色、え、何やった。何色、何色。あ、確かに。あ、緑、緑、緑か。え、うん、なんか普通、普通で、あの鍋、鍋、鍋鍋鍋系、鍋鍋系。あ、オッケー、鍋じゃないか、あれ。オッケー、あの、うん、僕はこんな感じ。知ってるよ、知ってるよ、紫でしょ。え、なんで知ってんの。あんまり嬉しそうじゃないって。え、嬉しいですよ、みんなに会えるの。なんでそんなに聞いたの。そんな怒って、ね、誰に聞いたの。え、何が、何が、私が何聞いたかって。あ、聞いた。え、誰に聞いたの。あ、そうだよ。なんで、誰に、なんで知ってんの。え、先輩が言ってた。アイリさん、なんで知ってんの。だって同じじゃなかったよ。聞いたんだよ、多分。どうぞどうぞ。あ、そう、メイクさんが言ってた。絶対私のこと好きやん。メイクさん、メイクさんが言ってた。あ、ゆこうさん、こんばんは。何食べてんの。干し芋です。干し芋です。うん、ねえ、梅食べたの。え、食べたよね。あ、食べた。え、30日って劇場公演あるのか。あるでしょ。お掃除だって。あ、そうなんだ。何それ。ん、え、お掃除の日。でも誰だろうね。ん、どうした。え、お掃除あるの。なんかあるらしい。あ、そうなんだ。うん、シーをめっちゃ食べるってきてる。それな。え、めっちゃ食べてない。なんかずっと食べてる。でも今日さ、あれ、いつの間にかでも食べてたの。ん、干し芋はさっき食べた。僕か、3本ぐらい食べた。でもお掃除大事じゃない。さっき開けてたよね、これ。うん、うん、さっきじゃない。てか、でかくない。アズがいる。これ、ね、どこに売ってんのこれ。うん、会った時に開けてたよ、ね、これ。なんででかいの売ってんの、うん、これが普通の大きさだよ。あ、そうなんだ、うん、見て、モンドセレクションだって。これ美味しいよ、ここね。え、ガリガリ君食べてたっていいね。いいな。まさみ君さん、プレゼントありがとうございます。ありがとうございます。ね、お掃除大事だよね。そうなんだ。そう、欲しいもん、欲しいもん、美味しいもん食べてください。俺も大好きなんで。冬休みはいつから。マジでうまい。マジで怖い。何日怖いんでるの。今もうわかんないです。え、欲しいもん。うん、それな。欲しい食べられない。ありがとうございます。めっちゃわかる。え、私今年のチョコね、やだ、いらない。
今年のチョコの雪見大福、いちごの雪見大福食べた？食べた。ま、食べた。はいよ。ハートでしょ？ハートのやつ食べた。食べた。私もチョコも食べたし。うん。もうこれ10分。うん。ハッシーさんありがとうございます。早い。早い。なんかちょっとやだ。暇の早い。待って。うん？なんでもない。かわいい。でもお腹すいた。おしも食べる？食べる。お腹止まんなくない？え、止まるよね結構。止まるらしい。ね、あと10分。あ、タロくんさんありがとうございます。あ、ごめん、マック食べたい。明日の方がいいよ。そうなんだよ、わかる。明日食べる。でもマジハッピーセットってさ2個余裕だよね。え、ゆめめも2個食べてた？知らん。2個持ってた。2個食べれる？え、本当にお腹いっぱいになんないか、ちなみに。マジか。スマーズが気候変な気候に及んでるんだけど、どうしよう。どうしたらいいかな、あれ。知らない、無視しよう。うっか、かかんない方がいいよ。はじめ、あ、たくさんありがとうございます。もぐもぐ。ふにゅうさんもありがとうございます。やかさんもありがとうございます。実況お願いします。え、あずの、え、くるくる回る椅子に乗って足上げて回ってます。わかりにくどういう体勢。想像できん。これを紹介して、ちゃんとこれ、これ、これ、え、だからか、わかりやすく、わかりやすく、くるくる回る椅子に乗って、足を上げて手も変な形にして、なんかすごいアピールしながら回ってます。最近さ、私がハマってること言っていい？あ、なになになに、聞きたい。なに？スイカゲーム。あー、うんうん、でももう飽きた。ゆな、妹に勧められた。え、妹やってんの？うん、友達になりたい、ね、フレンドになりたい。あ、10歳した、うん、え、一緒に聞いてみる？やってる、いつも。やってる、やってる。え、フレンドになりたい。聞いてみる？え、フレンドになっていつも一緒に電話しながらやりたい。え？ダメ？ダメ？え、あの子だよね。あ、あの子、あの子。あの子、私推しだからな。え、そうなの？そうだよ。あ、そうなんだ。私の推しなんだよね。え、今コーヒーだよ。え？やばい、教えされてる。違うんですけど、聞いてた話と。いや、言ってないのよ。違う話と違うんですけど。みんな好きだから。みんな好きだよ。さえと。コーヒーがいるよね。カスミいないよ。え？いないよ。え、悲しい。あの、私の一番下の妹は可愛いんで。スイカゲームって。カスミ今ダメです。え、スイカスイカを作るゲームです。教えされてないよ。まず最初から。みんなまだ好きだからね。そもそも。え？なんて？最初からあれだ、推し編もされてなかったってこと。そもそもで違ったって。そもそもが違った。泣きそう。何切ったの？え、あ、クラさん、あ、クリスマスのトラッカーのやつや。クリスマスタワーって呼ぶ。ありがとう。これクリスマスタワーじゃないよ、トナカイタワーだよ。作ったの？だってこれサンタさんもいるじゃん。トナカイでええやん。いやいや、サンタさんもいる。トナカイメインだよこれ。うん、サンタさんもいる。じゃあいいよ。うん、あ、え、青木さんだ。青木さん来てるんですか？ありがとうございます。こんばんは。この前はお菓子ありがとうございました。美味しかった。美味しかったよね。お菓子っていうのはスイーツか。うん、ありがとうございます。本当に大好き。今日はレッスン場から配信してます。レッスン終わりです。うん、そうなんですよ。青木さんよろしくお願いしますって言っときな。言っときな、言っときな、言っときな。せーの、お願いします。おい、お願いします。よし。あ、うちーさん星ありがとうございます。かすみ今ねマネージャー出てた。青木さんお疲れ様です。もうめっちゃしゃべりたがり。お疲れ様です。いつもありがとうございます。あ、いつもありがとうございます。公演も来ていただいて嬉しかったです、ね、本当に褒めていただいて。にぎやかでいいですねって。本当ににぎやかです。本当です。本当に始まって3時間なのにみんないてくれ、みんなっていうかアズとカスミがいます。あ、3時間ぶっ通しでいるわ。本当にすごい。カスミは途中でレッスン行ってたけどね。ね。そう。
あ、踊れない松也さんありがとうございます。あ、若さんもハートありがとうございます。あ、嬉しい。そうだよね、18期みんなだもんね、25日はあ、スタフラッシュさんありがとうございます。あ、みかんちゃんもありがとうございます。やばい、じゃあオーキーさんイベント見つかんないわ。え、すごいな、目立つようにされてるやん。なんかオレンジそうなってる。マジか、そう、こっちからしかできないのかな。本当にね、55分、あと5分。そうね、5分前。あ、わっかーさん、うちーさん、あ、和田さんもありがとうございます。ランキング読めますか。あ、山ちゃんさん、くまさんありがとうございます。あ、地獄の神話さんありがとうございます。あ、18カメラさんありがとうございますね。あっという間ですね、本当に。あっという間やな。あ、うんりゅうさん、ミラーボールありがとうございます。ありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。あ、プリジョンさんもありがとうございます。ミラーボールありがとうございます。あさみさんありがとうございます。サトシシックスもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どこの方。ありがとうございます。中地さんもありがとうございます。ありがとうございます。あら、あ、リュータロンマンさんありがとうございます。ありがとうございます。あ、そう、あと4分なんですよ。そうなんです。ひなぞし、なんてこったー。ありがとうございます。パンナコッタ。やめてください、あずちゃん、なんか聞こえるね、なんかどっちも。何ん、私の声じゃなくて天の声だよ。え、怖い。髪の毛映ってるしね。あ、髪の毛だけ、メガネでもいいよ。あ、ちょっとブルーライトカット入ってるでしょ。入ってます。入ってる。おい、ブルーライトナイス。ブルーライトナイス。ブルーライトナイス。もうやだ。ありがとうございます。ブルーライト目にいいんですよ。みんな、あの、メガネマジでブルーライトにした方がいいよ。絶対した方がいいよ。声太い、ナイス。ブルーライトナイス。やめて。めっちゃね、指紋ついてる。あずテンションがおかしいってもんね。深夜テンションみたいにならないでもらっていいかな。そんなことないよ。女子下っぽいって言われてるよ。そんなことないよ。そんなこと言うな。そんなこと言うな。そんなこと言うな。やめて。夏さん、あと3分やからこれ読んだ方がいいよ。読まないと。これ読んだ方がいい。もう。ね。いや、いつも通り、いや、なんかテンション高いですね、やっぱ。あ、かえちゃんありがとうございます。祝日タイムくださいって一緒にやる？お、あ、イェーイ。ありがとうございます。5って。いいよね。ありがとうございます。みんなありがとう。やったー、5。あー、ありがとうございます。危ない。ありがとうございます。あと2分だよ。ランキング読めます。すいません。みんな5位ありがとう。ありがとう。隣は誰なんですかって青木さんが言ってる。隣？隣は18研究生の工藤かすみです。で、目の前には青木さん、フラッシュスペシャルよろしくお願いします。アピールしてる。嫌な話をルームでアピールしてる。すいません。18期全員ちょっとお願いします、ね、ちょっと新規お願いします。14位かゆちゃん、ありがとうございます。やばいじゃん。13位ひゅうがさん、ありがとうございます。12位はっしーさん、ありがとうございます。11位だてめがねさん、ありがとうございます。10位ラボーナさん、ありがとうございます。何？9位たくさん、ありがとうございます。8位カンカンさん、ありがとうございます。7位プレジョンさん、お、24日おしゃべり会。ありがとうございます。サンタさん楽しみにしててください。6位青木編集長さん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位みっちゃんさん、ありがとうございます。4位くらさん、ありがとうございます。3位踊れない松也さん、ありがとうございます。2位カブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。1位ウンリュウさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。今日3時間やったんですよね。うん、3時間。すごい。ありがとうございました。ありがとう。皆さんありがとうございました。あ、10秒あった。おやすみなさい。また
ぜひ明日もやる、多分できる時間あったらやるので、やりましょう。やります。ありがとうございます。来てください。バイバーイ。バイバーイ。じゃあね。